はい。全国宅研試験受験生の皆さん、こんにちは。えー、平成29年度ですね、宅研試験、えー、解説会始めます。えー、担当しますのは講師の水野と、えー、もう一人ですね、友、え、津、ー、講師ですね、えー。よろしくお願いします。はい。えー、これからですね、まあ、これからやっていくわですが、まあ、今日ね、なかなかね、結構な問題でしたね。で、まずあの、そうですね、全体的には昨年より絶対難しくなってます。で、あの、行法はちょっとやりやすくなってるんですよ。でも、その代わり、権利がまず難しいんだと、 これですね、えー、なかなかあの優しいのと難しいのが激しかったですね。 えー、でね税金ですね、税金、えー、さすがレックスうう、固定産税とね、譲渡取るずばり当たりましたね、<laughs> さすがだ、レックバザーイです、えー、でも全然わかりませんでしたね、えー、なんかやったら難しかったですね、だからね、本当に難しい問題とね、あの取りやすいところとね、やって、まあ、いかに落とさないかがやっぱり大事になってくるんですよで皆さんのね、マークシートのその結果、その集計いかんでね、大体あの合格ラインというのが推定できますんでね、あのすみませんけどね、ぜひね、あのご協力の方よろしくお願いします。はい、でこれから、まあ、お話ししていくんですが その前に、ちょっとともすぐ越智さのほうからのき、ねまあ、今日の感想とかお願いします、皆さん、お疲れ様でした。ええー、本当ね、あのー、一年間の集大成ということで、やってきたと思いますけれども、まあ、これからがんがん発表、えー、していきます、回答の方ですね、えーあのー、ぜひですねあの盛り上がっていただいて、えー、あのイベントでございますので、はいあのーまあ、なんかね、えー えー、正解が発表されたらね、わ、えーまあわ、まあ、まあ、キャキャ言うもよし、えーまあ、あのー、ちょっと楽しんで書い、えー、てくださいお願いしますはいではですね、えー、始めて参るんですねでは、えー、問題冊子開いていただきましてね えー、問いの一、えー、見たら「おおいつものがない」というね、うん、テーマーの前ね「おおついにかなくなったか」とか思ったらねちょっとなんか落ちがあったんですけどねであの実はあのこの回答速報が今私もね今友作講師もね両方とも受けてきてるんですけど受けてきてるんですけどあの私の答えはね言えないようになってるんですよなぜなら間違えたら恥ずかしいからです、えー、あの本部がちゃんと裏取ってねやるんですよであの答え出すのはそんな大変じゃなくてもこれ問題やるのは実際裏取るってなかなか大変なんです。 でちなみにね、問いの位置はね、今まだ保留です。あの、おそらくですね、うん、1とか3あたり迷ってるみたいですよ、どっちかなっていうね、うん、ここのところね、そう簡単じゃないですよ、あの、ちゃんと条文とかね、の判例とかね、さまざまなものを使ってね、裏取ってるんですよ、うん、だからね、それが出るまでちょっと言えないんでね、まあ、とりあえず1番は保留で、そしたら2番ですね、これもね、保留なんですよね。<laughs> いや、いいか、四かどうかなと、レックの同じばかりだなと、いや、あの、ちゃんとやんなきゃいけないです。 学校の方がね取り回し早いんですよもういいよもうしょうがねえよみたいねさすがにね,、うん、にね50人近くいですよねくてねあの裏取ってるのがねそうするとねもうね回して回して3回見てそれで出してるんでね、えー、だからねちょっと時間かかってるんですよねだから2番もねちょっと24ちょっとそこら辺りで迷ってるみたいですよで問いの3これは答え出てるんですさあ判例文でねこれ判例文ねこれあの、まあ、まだ残ってるんですよねこれ判例文もねじゃこの判例文どうだったかっていうと共有の問題で 実際どうですかね、これ、一番あたり共有者、協議に基づかないで、当然に共有物を排他的に占有する権限を有するものではないって、そりゃね、他の共有者も使えるんでね、えー、ちょっと丸っぽいですよね、判例文とか読まなくても、問題先読んでも、この判例文って勝利できたりしますよね、えー。まず一番ちょっと丸っぽいのは、誤ってるものはどれかだから、一番丸っぽいななんですよ。で、あと2番、えー、これ、共有するたてもですね、A が B とは話し合いなく、勝手にタダで貸しちゃったんです ただで貸しちゃってね、当然自身に対しては請求できない。まあ借りてるんでね。まあただで勝手に貸しちゃったけどうん、当然にはって言われたらできなさそうな気もしますよね。でもはっきりちょっとわかんないなという知識の可能性はありますよね。あと3番。えー、使用対策を締結した場合 F。F っていうのが出てきましたね。 使用対策承認したかった委員に対して全体を排他的に占有する権限を主張できるとか言ってますが、これなんか全体的に排他的って、これもう排除させるんですよ、全員。これちょっとなんかできなさそうですよね。でもちょっと難しいですよね。で、4番、G と H が共有する建物、を持ち分放棄した H に気をつけこれは知ってるぞと。え、なんか知ってるの、まあ4番かなと。でも1番、2番、丸○ 3番、×かな。わかんないときはどうする羽根分見る。 そうすると、判例文。協議に基づかないで共有物を占有することを承認された第三者とか、ええ。占有を承認しなかった共有者に対して排他的に占有する権限を主張することはできないとか言ってますよ。ということは、正解は3番です。3番です。3番でございます。はい。あの、当たったらもっと喜んでいいですよ。今くだ、徳川先生が、いやっしゃーみたいなね。いやっしゃーみたいなね。言っていん恥ずかしくないですよ。ええ。じゃあ、その次、4番。来ました。ここにあったんですね。 うん、私もね、問いの位置見たとき、なかったんですよね。もうなくてね、ああ、なくなっちゃったのかと。でね、1番やって、2番やってね、3番、判例見たときに、ちょっと切なくなってきてね、判例は残ってるけど、あ、えー、あ、条文、なくなっちゃったのかとら、いたんですよここで。なんかちょっと嬉しかったです、えー。もう受験生にとっては迷惑だけど。で、この4番は、条文に記載されてるものはどれかっていうところで、もう、これはもう分からんねえよと。うん、知識で知ってるの、どれとかっていうとね、まあ、2番とか、うん、3番あたりは、なんかちょっと知識で足りそうだけど。 1>, 1番とか4番とか聞いたことねえし、みたいにね、多分なってくるんですよ。でね、これ、あの、ちなみに民法の条文に規定されてるものは、1番って、これ、1年経過した時には事故完成しない、聞いたことないですよね。うん、そうです。これ、改正後の民法なんです。改正後の。改正後出るんですよ。うっかり改正のことやっちゃった人、まずかったですね。あったかなとと、ね。これ、改正後の民法が今ないです。で、2番聞いたことありますよね。で、3番も、いや、登記勤務、それあるだろうって感じですね。4番、これ、 あの、実はね、これも改正後の民法なんです。だから、1、4って改正後の民法で、まあ、知識で2、3正しそうだけど、この3番で、売り主のね、当然の義務なんですよ、時って。うん、に規定されてるのは、はい、正解は2番。問いの4は2番でございます。 うん、まあ結構ね聞いたことあるなーっていうのをねあやると当たったりするんですよね聞いたことないものはやっぱり勉強もしてないから丈夫にはないって可能性あるんですよねそういうアプローチ、えー、するとね正答率が上がる可能性あるでも本当に丈夫に規定されたものの中で取ろうとしたらもう丈夫全部覚えてる話ですからね無茶ですよね、うん、だからここのところはね外してもねそれはね影響ないんです、うん、ただ今のところで、まあ、2か3かなって正答率50%ぐらいにできてるんでねこれは結構いいですよね、うん、という問題でしたんでしょうはいその次5番です で、これ5番なんですが、問題見たときに、何中古車ってと、えー。不動産の、何中古車なんじゃないのなんて言うのよ、この問題ですけど。まあ、要は、媒介やるんですって中古車もありますよね、それはね。 うん、仲介するって、ね、であとは売買だけど3%ってほんと不動産にちょっと似てますけどもう中古車なんですよねいや中古車だからとかって言うとちょっとビビってなんかどうしようみたいになるんですけどねあの恐れなくていいんですよあの結局これって100万円で売買したということで正しいものはどれかというところで、まあ、この問題作られてるんですが1番って B が報酬を得て売買を行ってるからので、ね、自動車で引き渡しを受ける前に A を100万円に払わなきゃいけないってすよ売買ですよ,バイバイですよ同時履行の公弁権になりますよね。 これはば報酬払ってるので何でだよですよねなんでだよこれとバイバイだからなのが引き渡し受ける前に100万っておかしくないのかなんですよねちょっと罰っぽい気がしますよあと2番当該自動車に隠れた貸し欠陥ですね結果あったんですねでこれあの民法って別に不動産だけじゃなくてこの貸し担保責任って売り主の担保責任ですからねでこれ菓子があった場合 CA に対しても B に対しても 貸し担保責任を追求することができる。貸し担保責任って売り主に対する責任追求です。売り主です。じゃあこれ仲介 B は売り主じゃないんじゃないですかえー、これはできなさそうですよね。うん。じゃあ3番。C が解約手付して10万円手付け金払ってた。不動産だけじゃないですよ。手付け金ってあるのは。じゃあこれ手付け金を払ってる。A はいつでも20万召喚してってなってますが、いつでもってどう思いますいつでもって。 えやっぱり相手が着手とかってこれ民法なんだからねありそうですよねで4番自動車が A の所有物だく A の父親のものだったんですって人のものだったんですって人のものちゃまずいですよねところが民法では他人物売買は有効とかってありますよねありますよねこれウニしの担保責任の入り口さらっとさらっとくと正解は4番でございます ういい感じで声出てきましたね。いいですよ。もっと盛り上がってね。もういいやったーみたいにね。やっていいですよね。うん。で、次のところがちょっと出てないので、えー、とも少し、もずく星、変わりますんで。で、また、えー、新しいの出てきたら私戻ってきます。よろしくお願いします。はいて。はい。ここまで行きましたね。 さて、えー、それでは引き続き見ていきたいと思いますけれども、えー、と先ほど水野先生がですね、えー、解説に熱中するあまりですね、えー、こちらですね回、はい、答書き忘れてるというですね、そういうですね、えー、ことをしているのでですね、回、えー、答書いておきたいと思います、はいえー。用紙あるんですよ。<laughs> ででこれ書いいててくださいって言っ言たんですよもうもう熱意がすごいですからもう解説したいぞみたいなね、えー、今出てる回答がですね、えー、問いの3番が3ですねはいそして、えー、問いの4番が2ですねそして問いの5番が4ですねはい。 えー、今ここまで出ているという形になっていきますはいそれではですね、えー、続きのところを見ていきたいと思いますけれども、えー、まずですねはい問いの6番と問いの7番が、えー、残念ながらまだ出ておりませんで問いの8番ですねはい連帯債務のお話ですね えー、ABC の3人が D に対して、えー、900万円の連帯債務を負ってる場合に関する次の記述のうち、えー、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれかなお ABC の負担部分は等しいものとするというふうにありますけれどもさあ、えー、まずですね、えーまあ、こちらの問題結構まあ正解し取りやすかったんじゃないですかね。はい、えー、こちらもういきなり回答からいっちゃいますと、えー、問いの8番答えは 二番となります。問いの八番、答えは二番となります。はい、いかがでしたでしょうかね。はい。 えー、A が D に対する債務と D に対して有する200万円の債権を対等額で相殺する旨の意思表示を D にした場合 B および C の D に対する連帯債務も200万円が消滅するとねっ、えー、に影響を及ぼすんですかっていうお話でしたよね。 えー、影響を及ぼすというところでまあこれ2番取れるんじゃないですかねという話になりますね。でまあ3番とかはね、まあ、結構罰とかしやすかったと思うんですけれどもあのののの時効の完成の場合でですすねね、えー、負担部分のみが消えてていいいくっていうやつです、ね、はいえー、まああまりあの難しい選択肢に惑わされないようにすればまあ取れたかなっていう感じですよねここの部分は。 さあそしてですね次問いの9番のところ見ていきたいと思いますけれども、えー、まさかの相続2問ですね、えー、なんか問いの6番にもなんかね相続があってね、えー、相続の問題あるなーって思ってねしばらくしたらまた相続みたいな、えー、なんかちょっと相続好きなんですかね、えー、2問出てきますけれどもさて、えー、それでは問いの9番見ていきたいと思います。えー、1億千万円の財産を有する A が死亡したと A には配偶者はなく子供 B、C、D がおり B には子 E が C には子 F がいると。で、B は相続を放棄したんですね。B は相続を放棄しました。また C は 生前の A をを脅迫しして遺言作成を妨害したため相続人となることとができないと、はいはこの場合における法定相続文に関する次の記述のうち民法の規定によれば正しいものはどれかというお話ですね。まあ A の子供も、まあ、BCD がいて、まあ、B と C にいろいろ今回問題が発生したわけですよね。で B は、えー、相続を放棄したわけですよね。で相続放棄をした場合は代衆相続しないんですよね。 ということは、まあ少なくとも E はこれないですよね。法定相続分が E には法定相続分がないぞというふうになってくると、この時点でまあ1と4は消えますね。E に法定相続分が用意されている1と4は消えます。はい、えー、大丈夫でしょうかね。相続放棄した場合には代襲相続をしません。では C はどうなんでしょうか。 生前 A を脅迫してですね遺言作成を妨害したため相続人となることができなくなりましたまあ結核排除の場合ですよね結核排除の場合って代衆相続、OK、でしたよ、ね、はい結核排除の場合には代衆相続 OK でしたよねということは F はもらえますよねいいですか法定相続分ありますよね ということは、はい、えー、でだけに、えーねまあ、渡そうとしている2番を消して、答えは3番というふうになっていきますね。というわけで、問いの9番の答えは3となりますはい、いかがでしたでしょうか。ね ここは大丈夫でしょうかね。えー、もうなんかざわざわっていうなんかざわ <laughs> つ気になってるんですよね。えー、なんかあのー、もうめちゃくちゃ喜ぶわけでもなく、めちゃくちゃ悲しむわけでもなくみたいなえー、なんか地味な反応ですね。地味な反応、えー。さあ、えー、いや別に恥ずかしがんなくて大丈夫ですよ。はい。ね。さあ、えー、それでは次見ていきたいわけですけれども、えっ、ー、と問いの十番と問いの十一番がまだ出ていません。 で、問いの12番にいきましょうはいさあ問いの12番にまいります、はいえー、A が所有する高建物を B に対して、えー、3年間、えー、賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち借地借家法の規定によれば正しいものはどれかというお話でございますけれどもさてえー、まあ1番 えー、それから2番まあここら辺はパンパンと消せましたかね大丈夫ですかね、まあ、特に2番なんかはね、えー、これまあ3ヶ月で賃貸借契約を終了する旨を定めた特約って書いてありますけれどもね大家さんからね、えー、やろうとするときにはまあ6ヶ月必要になりますもんね。 はい、ですので、まあ、2番は違うだろうなというふうにもいけるでしょうし、まあ、3番もこれあれあですよね、えーまあ、通知しても、えー、そこからまあ6ヶ月、えー、やっぱりまあ期間もありますということになっていきますとそうこちら12番の回答って、はい、4番でいきますね。 問いの12番の回答は4番ということになっていきます。どうですかねはいさあ、えー、それでは次でございますけれども、はい、問いの13番いきましょうか。 えー、建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち誤っているものはどれか、まあ、間違いを探すす問題ですね、はいあのーまあ、試験会場緊張してるから大丈夫だったと思いますけども、まあ、あの正しい間違ってるのはちゃんと見てくださいね、えーまあ、もしかなくで何回か引っかかった経験がある人は大丈夫でしょうけどもね。えーまああのー 多分緊張してる場ですから一応チェック入れながら来てると思いますけれどもねはいさあ1番です、えー、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないはい毎年1回と集会でお話ですねまあよく出てくるお話でございますよ、えー、ですのでまあ1番はこれ正しい選択肢でいいですよねで 2番、えー、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、えー、管理者に対し会議の目的たる事項を示して集会の消集を請求することができるかおいいこと言ってますねはい、えー。この定数は規約で減ずることはできあれできますよね、えーえー、集会を開きやすくすることってのはできますよねということで問いの13番2番は×ってことでありますよね はい、まあ、えー、一応34見ていきましょうか。ね あのー、危険ですからね、こ、まあ、かこれで飛びついてなんかあれみたいな感じになっても危険なんで。はい、3番、えー、集会の招集の通知は区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知していた場合には管理者はその場所に当ててすれば足りると、まあ、これもよくあった話でございましてで4番、えー、集会は区分所有者全員の同意があれば招集の手続きをないで開くことができるこれもまあよく出てきた話ではありますよね。なんかね このの問いの13番結構典型的な問題で作ってくれた感はありますね。はいというわけで問いの13番、えー、答えは2とはいいうふうになっていきますね。よろしいでしょうかね。はいでそして、えー、問いの14はまだ出ておりません。えー、問いの15番に参りましょうか いいよいよ法令上の制限です、ねはい、まあ権利関係まあちょっとバーッと見てみてこれから法令上の制限に入っていきますけれども法令上の制限まあ取りやすい問題と取りにくい問題の差が激しくて、ね、これは無理だろうっていうものにどれだけ、えー、強い心を持って次は取るぞというね、えー、あのそこでこう気持ちを折られなかったかですよね。こここで結構この 権利関係で気持ちが折れてまあ問一からやってるらっしゃる方はね、えー、でここでこう法令上の制限に来てで問い15見た時にあれ国土利用計画法はどこに行ったんだとね <laughs> あいつが行方不明だぞと、えーね、なんか一昔前に戻ったんちゃうんかこれはっていうね、えー、なんかあの選択肢の一個に紛れ込んだシリーズに戻りましたよねこれね。 ええ、でまあ法令上の制限もまあ取りやすい問題と取りにくい問題ときてですね、ええ、でその後はあの税法でめった打ちにされるというね、ええ、あのなかなかにあの精神をえぐってくる、ええ、試験問題でしたよねはいねえラッカやってくることが違いますよ本当にさあそれではですね、ええ、15番農地法ですねまあここは取っておきたいかなっていう感じの場所ではありますけれども、ええ、見ていきましょう はい、えー、1番目ですね市街区域内の農地を工作のために借り入れる場合、えー、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、えー、法三条一行の、えー、許可を受ける必要はない丸か×かというお話でしたねはいまあ市街区域の督促の,のお話でございましたねありましたねあれ4条と5条じゃありませんでしたっけでしたよね三条許可は普通に受ける必要ありますよねこれというわけで、えー、1番はこれは違いますね はい。なあ、1番違いますね。で、2番です、えー。市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける人がある。ね。どっから出てきた農林水産大臣ね。ええ。なかなかですよね。ええ。あのー、聞いたことないですよね、農林水産大臣なんて。ね。聞いたことないですよね。そう。農町で農林水産大臣なんて聞いたことないですよね。ということは、まあ、これは違うんじゃないですかね。 はいね、でちなみにあの農林水産大臣、いや、何言ってるんですか、ありますよって方、法改正というものがありましてですね。え あまり言わない方がいいですよリピーターってバレますからねあのー「え乗り水さんたちありますよ」ってそれリピーターってバレるからね黙っておきましょうはい、えー、ということで、はい、さあ、えー、2番も違いますよねでそして3番目提当、えー、権を設定する場合、はいえー、許可を受ける必要いや特に三条許可いらないでしたよね 定等権の設でではいいいらないとというこ、えー、123が、えー、バツバツ×××バツと消えてなまあこの時点で4番かなというふうにいけるでしょうし、まあ、4番の選択肢も、えー、相続により農地の所有権を取得した者は遅滞なく、えー、その農地の損する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならないというふうに、まあ、4番ががっつりもう正解の選択肢ですから、はい、問いの15番。 こちらに関しては問いの15は4ということになっていきますねはいいかがでしょうか、ね、さあえー、で問いの15番がありましてでそして次ですねはい問いの16番出てますねはい えー、問いの16番ですね、よろしいでしょうか、えー、都市計画法に関する次の記述のうち、えー、正しいものはどれかというお話なんですけれども、まず、まあ、即座に行けるもので行っちゃうしかないですよね。このなんて言うんですかねまあ うん「あ」が正しいっていうふうにいけるか「まあ、い」が間違ってるっていうふうにいけるかまあこれはどちらでもお好きな方でいければいいと思うんですけれどもまあ「い」の方が典型っちゃ典型ですよね。 はいまあ、別に「あ」で行きたかったら「あ」で行ってもいいですけども「い、えー」の方が典型といえば典型ですよね「地区計画」あれですよね,、えー、ね。都道府県知事の許可を受けなければならない「あ市町村長に届け出じゃありませんでしたっけこれ」って。っていう形で「い、まあ」が違うなというふうになると、はい、選択肢の34を消すところでスタートですよね。 まあもちろん「あの」あがみあを見たときに「ああこれああ」で正しいですよっていうふうに言って「あ」でもいいですけどね、まあ、そうすると逆にが「い、えーね」がすぐにわかるので、まあ、赤「い」はどちらかが分かれば OK という形になっていきますねでまた「う」と「え」もどちらかが分かれば OK っていう話でございましょうけれどもはい、えー、こちらでございますけれども「正しいものはどれですか?」っていう「えー、う」の方が正しいですよねこれ。まあ、もちろん「う」が正しいで見てもいいし「え」が違うで見てもいいですけれどもはい。 という形で、えー、これ正しいものの組み合わせはあと「う」ということになりますので問いの16番の回答は1と「1、はい」とはいいうことになっていきますねさあよろしいでしょうかね、うん、どうですかね、ええ、なんか沈んでますね <laughs> 大丈夫ですか <laughs> 大丈夫ですか、ええね、はい さあそれでは次問いの17番ですねはい、えー、こちらも出ておりますので問いの17番見ていきたいと思います、えー、都市計画法に関する次の記述のうち正しいものはどれかと、えー、ただし許可を要する開発行為の面積について条例による定めはないものとし、えー、この問いにおいて都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市中核市および市皇子特例市にあってはそのおさを言うものとすると、えーまあ、書いてありますけれどもさてまず1番から見ていきましょう はい、準都市計画区域内において工場の建設のように供する目的で1,000平方メートルの土地の区画形数の変更を行おうとするものはあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないというふうにありますけどもさあ準都市計画区域だそうです。準都市計画区域って 3, でしたよねはい、ですのでまあ1,000だったらいいんじゃないですかというわけで1番はまあ×でいけますよね。で、でそして2番です はい、二、えー、番こちら、えー、市外科区域と書いてあります。で市外科区域ってそうね農業用の建築物あれって市外科区域だけはありましたよね普通に市外科区域以外はね許可不要でバーって行きましたけども、まあ一千平方メートル以上の場合市外科区域は許可が必要。はい今回一千平方メートルしかもはい、えー、土地の得ケースの変更を行おうとするものは許可を受けなければならないですよね。 というわけであ、これ2番正しいい。でで、すね。はい、でそして3番見ていきましょう。で3番見ていきますとはい、えー、変電所って書いてありますよね。はい、もうこの時点でああいらないかなーっていうふうにいけますかね。はい。という形で3も×そして4番です。 えー、区域区分の定めのない都市計画区域内、まあ要するに非線引き区域内ですかえー、において、遊園地の建設のように供する目的で3000平方メートルだそうです。はい。というわけで、まあ1万平方メートルもいないですからね。はい。えー、まあこれも×でいいでしょう。ということで、問いの17番。はい。回答は、2番と。 いう風になっていきます。よろしいでしょうかね。で、えー、残念なことながらですね。十八、十九、二十二十一、二十二と。 えー、23も出てない24も出てないということで25も出てないということであーなんか法令上の政権全損とか終わっちゃった <laughs> というわけで行、えー、法の方に進んでいきたいんですけれども、えーねあのーまあ、皆さんはね、えー、水野先生を求めてるでしょうから、えー、ここで水野先生の方にバトンタッチをしていきたいと思います。 はい、ということでですね、そうなんです、全然出てないんですよ。えー、やっぱ大変みたいですね、裏とんのか。で、業法はですね、それなりに出てますんでね、えー、業法、やれるところはやっていきましょう。で、まあ、業法から始めた方もいらっしゃると思いますからね、問いの26から始めたら、いきなり、えー、報酬ですね、もうやる気をそぐのが、やつら、うまいですね、やつらって、高校生の役人ですよ、えー。これは本当にやる気なくなりますよね。で、やっぱり計算でだらね、なるべく計算しない努力が大事ですよ。 でもこれあの今日、後期じゃないから、つわ書きませんよ、A がどうしたとかって、これ、あの状態として、要は、えー、貸主側業者が A で C という借、ね、主側の業者がいて、B と D の賃貸借契約成立1か月分9万円ということで、やりましたという状態ですねで。まず一番のところで、店舗として貸借、で権利金がある。えー、ということは、ですよまずあの賃料基準だと絶対21万6千円は無理ですよね。だってあの、貸主、借り主合わせて1か月だから。 これを9万円に1.0ちゃいしたらもう9万7千何0なんぼじゃないですか ?200 円とかじゃないですか絶対無理じゃないですかじゃあこれは200万円に、ああ、何パーだっけと。ええ、まあ5%なんですけどね。あれかと。まあ、それぐらいだったらやってもいいかもしれませんが、私は嫌なんです。ええ、めんどくせえな、と。いや、計算をなるべくしないで、うわ、一番、これは計算しないけど、じゃあ2番いくかって2番見ると、 これ4万8600円っていうのはなんか計算しないと全然わかんないんですけど、まあ半分ぐらいなのかな。で、A が B の依頼によって行った広告料金に別途受領ができない。B の依頼依頼依頼してるだったら受領できんじゃないですかこれ。おお、よかったですね。1個は切れましたね、えー。正しいものはどれかだから、1個は切れましたね。計算しないで。よいい感じだ。3倍コカード。重要事項説明を行った対価として報酬受領ができる。え、重説料ですか え、さすがにそんなのどんな小気な業者でも取ってないと思いますよ。ね、え、他にはいろんな消毒料だ、何度かあるか、鍵買えないくせに、鍵買い替いとか、いろんなのくっつけて、いろいろ取るんですけどね。うちは取ってませんけどね。ねえ、取るんですけどね。だけど、これ、これはまじだろうと。ね、え、いや、これは受領できないと思いますよ、きっと。お計算しないで2個も切りましたね。あとちょっと。4番。居住用建物を退職。保証金100万円。受注があるとき。 A および C が受領できる報酬の限度は10万8000円家賃9万円で消費税1点ずらしいですねもうどう頑張ってもこの金額いかないんですよじゃああ100万円というのをなんか売買代金と見なして計算するいやできねえなとできないなだって居住用ですからで保証金だからか返すお金じゃないですかこれできないなとちゅうことはこれ賃料基準だから9万円に9万7200円限度じゃないですか10万8000円はもらいすぎじゃないですかちゅうことははい4番は×ということは、はい 1> 1番えーまあ、一応計算すると200万円に1.05やって、えー、1.08やってあ10万200万円に5%して1.08やるとこれですよこの21万6になるんです、えー、もうだいぶ走りましたけど <laughs>、えー、もう間違いなく、えー、正解は1番です。ということで問いの26 i 1番でございました。 まあ結局あの234で切ればね一番ねうんまあ大丈夫だったってことですね計算しなくてねそういう問題だったんでだからまあとっつくまで大変なんですけど報酬ってまあとっつきねあのこういうふうにできる問題も多いっていうことですで次問いの27ですねこれは答え出てるんですよ個数なんですけど卓建業者 A 水垂れ主ですうんずいぶん早い段階で水垂れ主出てきましたね卓建業者ないビーの間ではい正しいものはいくつあるかああ 売買契約において貸し担保責任を負う期間を引き渡しから2年とする特約で定めた無効となるって何かこれギリギリセーブじゃないですか引き渡しから2年っていや無効じゃない気がしますよあといわ責ミに期すべき自由の貸しについてのみ引き渡しから1年って責ミに期すべき自由って売り主ってこれ責任これ無貸す責任ってね貸し担保責任って落ちてなくても負わなきゃいけないねこれか 貸しについてのみ、責めのし、規すべき自由の貸しのみって、ちょっと限定的なのは、借り主に不利っぽくないですか無効となりそうで、ちょっと丸っぽいですよね。で、3番、えー、は菓子担保責任を負う機関においては、損害賠償請求ができる。まあ、それ、そうでしょう。じゃあ、解除はできない。あの、目的達成できないと解除はできるんですよね。それをできなくするっていう完全排除は、さすがに、買い主に不利だと思いますよ、これ。うん、そうです。有効であるは罰なんです。 じゃあ結論。あが×、いが丸、うが×、1個。ええ、正しいものはいいの一つ。問いの27。1番です。はい。で、一応行法26、27。はい。両方1、一ときました。で、行法なんですけど、行法なんですけど、28、29はまだ出てないんです。 まだ出てないです、うん。やっぱりちょっとなかなかね、29とかやりにくかったところなんですけどね、あと個数でもね、どうなのっていうのがあるんでしょうね。とりあえず28、29は出てないので、30番。さあ、30番見ていきましょう。誤ってるものはどれかです。1番。 宅建まあ皆さんこれから合格してね登録してね宅建士になるわけですよねで例えば高県からお付けに住所を変更した引っ越したんですねお付け地に登録の移転ができる登録先を他の届けに移転するのに住所を変更したってしか書いてないですけどあれ住所だけじゃできない気がしませんおおちょっと罰候補ですねこれねでも2番気になるから見ましょうか えー、あのここでバスやったと引き延ばせないんでね今日我々は引き延ばすのが仕事なんでねもういつ出てくるか分かんないからもう引き延ばさなきゃいけないね本当帰りたい気持ち分かるんですけど来ちゃったんだからちょっと頑張ってください、えー、2番 B 大津県に1棟のマンションを分譲するために案内書を出したこれ案内書を出す時は申し込み受けるなんていう時はこれ取引所から届け出がいるんですよね誰に免許権者です大津県知事高、えー、見知事大津県っていうのは所在地です、えー、ここに案内所君です案内所所在地です はい、二箇所に業務開始の十日前です。届出をしなきゃいけない。良さそうですね、これね。ああ、丸だ丸だと。うん。三番、試験十八ヶ月経過してだいぶ経ちましたね。えー、C、後継人から取引所を請けようとするときは、これ交付申請前六ヶ月以内に受講しなきゃいけないっていう。これあの五かから一年以内だとですよ。これ法定講習いらないんですよね。 まだ受かったばっかで知識しあくさんある状態だったら、えー、これ取りをもらうときに、いらないですよ、法定講習というのがありますよね。うん、ところがもう18ヶ月だから、ああ、1年経過しちゃってんだね、と。じゃあ、これ、受けるときに受けなきゃいけないんじゃないですか、受講。うん、まるでしょうね。あと、D 社が消滅したとき、30日内、さあ、消えた会社の代表者ですね。が、どうもお世話になりました、と。えー、今までありがとうございました、と。うちは消えますが、どうもお世話になりました、と。挨拶できるんですよね。 ということで消えた会社の代表者が届けなきゃいけないで、丸ですね。はい、結論、1番です、えー。今のは問いの30ですね。1番の方でござ、はいます。今のところ、ね、とり妻、飛ばしてますが、1、1。そして30が1、1、続いてやりますね。で、次、31なんですが、まあ、これはちょっとなんで裏取れてないかよく分からないですけど、まあ、とりあえず裏取れてないみたいなんで、31が飛びで、32。 はい。問いの32。営業保証金の問題ですね。で、こちら、主たる事務所移転したって言うんですよね。本定定したんですね。で、最寄りの教託所にまとめて営業所金で置いとくんですね。じゃあ、まとめて置いてんだけど、今回、金銭のみで営業所金教託してるんでした。えー、そしたらですよ。今までのところから取り戻した後、えー、新しいところに入れる。いや、これって金銭のみのときは、なんかやり方がありましたよね。そうです。コンピューター上、書類上の移転の保管えってやつじゃないですか。これちょっと罰っぽいですね。 うん、じゃあ2番見ておきましょうか。事業の開始後、新たに事務所を設置する。要は新しくしてんです。おっしゃるんですよ。教託いりますよね。届けでいいますよね。えー、国土交通大臣、免許権者、要は知事、免許権者に届けでいりますよね。いや、これいるでしょうと。えー、届け出までして初めて、一つの完結した行為ですから。じゃあ3番は、一部の事務所は辞めます。辞めます。取り戻すときです。営業保証金の場合って、やっぱり500万って大金なのでね。これ、広告というのがいるんじゃないですか えー、取り戻すよ500万減っちゃうよって6ヶ月以上の無月以上の期間を定めて広告しなきゃいけないでしょううんあるでしょうねあと4番目還付があった営業賞金に足りなくなったそうするとね免許権者から連絡くんせえー、もしもしお客が800万持ってっちゃったよとちゃんと補充してねって来るんですはい来てから通知受けたから2週間もうここら辺営業賞金とか協会2週間置いてるももね ああここも確か2週間だったよな。不足が供託しない。いけないといけない。丸。はい、二も三も四はい、間違いなくここは問いの32。一番です。はい、じゃあ、えー、26が1、27が1、えー、30が1、32が1という状態でございます。はい、次、問いの33。 見てみましょうか問いの33さあ35条の重説の問題ですね。で、相手方、宅建業者ではないものとすると、この正しがけは大丈夫ですね。えー、これ、相手が宅建業者だと説明いらなゃいね。問題にはなんか出さなかったんですね。うん、ここでね、注意書きで終わっちゃいましたけどね。じゃあ、1番は、宅地の売買の媒介です、はい。売り主介していなて、書面をこうして説明って、今、重説の話ですよ。売り主にはいらなくないですか。これ、売り主にはいらねえんじゃねえのかです。えー、じゃあ、2番。 代金に関する斡旋論ローンの紹介とか成立しないときの措置って、これどうなっちゃうのかやっぱ気になるところだから、これ説明しなきゃいけなそうじゃないですか。これはなんかいけないって、なんか見たことありませんうん、なんか問題で見たことあるな。3番目、建物の貸借ってことは建物を借りるんですよ。指導の負担って土地使う人じゃないと関係ないですよ。これ指導の負担、道路、道路にしとかなきゃいけない負担、建物を借りる人関係ないから説明いらなそうじゃないですか。 あと、天才カカ力って4番ですけど、これ、危険負担ですけど、こういうのって契約で決めるんですよ、えー。事前にね、売り主が決めとくもんじゃないですよ。これ、いらないんじゃないですか、これ、説明しなきゃいけない、違うんじゃないですか。はい、正解は、問いの33は2番。はい、問いの33、えー、2番ですね。じゃあ次、今度、問いの34ですね。えー見てみ はい。誤ってるものはどれかの問題でございますね。で、まずは、これ、誤ってるものですが、一番はどうでしょうと。宅建業者です。はい。水らにです。契約の際紙です。手付金です。金額、手付金。200万円を減額っていうワードですね。減額するから今日決めませんかってなったんですね。さあ、これ、誘引しさせることは法に違反しないかって言うんですね。これね、手付金って、例えば、お金がないって時に、分割払いとかね、 後払いですとかね、貸しますはダメですよね。そうなんですよ。信用の共有の禁止です。ところがね、減額っていうのは、これ減額して、お客さんいくら持ってるですかと。えー、3000円ですと。わかりました。本当は100万円手付金だけど、お客さんサービスは1000円で手付金届くかと。やりませんけどね、そんなの。えー、やらないけど1000円でどうだっ,つってお客さんが、1000円で手付金になる今日買いますと。申し込みしました。契約しました。これはありです。なぜなら、なぜなら、えー、サービスなんですね。これね。 だから信用の供与とは言わない。ちゃんと現金で受け取ってはいいんです。だから減額するのは違反しません。じゃあ2番は、アンケート調査ですって電話して、売ることが目的最低ですよね、よくありそうですけどね、アンケートですって言ってね、もう何度も来るんですね。追客、追客でね、もう年ぐらい来るんですよね。うん。という、まあ、よくある不動産屋の姿でございます。い、ね、けないけどもあるじゃないですか。ね、当然違反するでしょう。で、3つ目。 売買報酬について、買い主の要望を受けて分割払いに応じることにより、誘引する行為は法に違反するって言うのますが、これお客さんお金ないんですって。じゃあ分かりました、仲介手数料。え、分割払いいいですよ、と。何も悪くないと思いますよ。悪くないと思うんですよ。これ違反ってなんか違反っていう数字じゃないですよね。分割払いにしてあげてサービスもんね。 ちょっとこれ候補じゃないですかあと4番って信用の教養はダメなの知ってますよねで罰則受けるかどうか分かんないとは思いますがまあ覚えてないものはきっと受けることがあるで丸だろうとまあどっちかといったら3番と4番だったらはい正解は問いの34は3番はい問いの34は3番でございます261番27番はい30番132番133番234番3こんな状況でございます で次、35がですねまだちょっと出てないんですね、36、はい、正しいものを選べのは問題ですが一、まあ、番から検討してますかね、宅建業者 A、免許の申請しまさ更新の申請した。 そしたら、免許権者あるこの申請である処分が出されないまは有効期間が満了した。えー、免許権じゃないやってるんですかねこの場合、A は処分が出されるまで営むことができないってうと営業できなくなっちゃう。これはちょっと厳しいですよね。これなんか処分がなされるまでそのままやってて言って聞いたことありませんで、処分があったら、えー、遡って有効期間の翌日からまた5年間始まるとね。うん、あの話です。まあこれされない、できないわけねえだろう。罰がいいでしょうね。あと2番目。新たに宅建業を営むとも免許を申請した。 免許を受けるままででの間に広告やっちゃまずくないですか、えー。だって免許降りて供託して届け出しないと業務やっちゃいけないのだから広告だってまずいじゃないですかこれも罰っぽいですよね3番目新たに管理業を営むと他県業者がですよ兼業内容を増やしたんですねでこれ兼業内容を増やした時って兼業内容って実は業者弁護載ってるんですよでもたくさん手取引業と関係ないからいや兼業内容が増えても勝手にやってくださいと。 ええ、どうぞどうぞとええ、これね兼業内容はねあの届けてないよいらないはずなんですよねこれは規制ですよね乗ってることが変わったらいるのに本来は兼業内容は業法と関係ないから、ええ、喫茶店やりますって届けてでも頑張ってくださいしかないんでね、ええ、ここのところね届けないようにな,なってないですねそうなんだなってねえのかということは4番これ法人 D が E に吸収合併された消滅した一般証券である D は D が締結した取引に基づく決裂をする目的の範囲内において業者と見なされるほう 消えても消えても後を引き継ぐ人は相続人とかねこういうのが事後処理目的の範囲内でやって仕事しないとまずいですねお客さんにねうんだからこの問いの36は正解は4番4番でございますはい36正解番号4261番271番31番32番1番332番34番3番 36番4番というところまでですねはいじゃあちょ、えー、っとまた一旦ですね、えー、ちょっともうすぐ講習の日変わりますんでよろしくお願いしますさあ、えー、それではですねえっ、ー、と36までやりましたかねはいそれでは次は37番、えー、こちらの方から見ていきたいと思います、えー、次の記述のうち「えー、宅建業法」「まあ、いいかこの問いにおいて法という」の規定によれば「 正しいものはどれかということですけれどもまあ1番から見ていきましょうか、えー、宅地建物取引士は取引の関係者から請求があった時や物件の買い受けの申し込みの前であっても宅検証を提示しなければならないがこの時に提示した場合後日法35条に規定する重要事項を説明する時には宅検証を提示しなくてもよいなわけないじゃないですか <laughs> だって重要事項説明の時に相手から請求がなくても提示しなければいけないんですよね え前に見せたからいいじゃんとかそういうわけにはいかないですよねさすがに何、えー、か「いや前と同じもんなんで結局」みたいな「えーね、もう一回見ます?」とか「いやもう一回見ます」じゃないですよ見せなきゃいけないんですよ、えー、見ますじゃないんですよはいえー、というわけで、えー、1番これは間違ってますよねでそして2番です 公権知事の登録を受けている宅検師 A は、おつけんに主たる事務所を置く宅検業者 B の専任の宅検師となる場合、えー、おつけん知事に登録を移転しなければならない。はい、えー、登録を移転しなければならない。はい。えー、まずこの時点でおかしいですよね。わかりました、えー、まずだって登録の移転2位ですもんね。<laughs> いいですか、えー、任意でやるものですから登録の移転をしなければならない罰ですもう一応全国どこでもできますからはいというわけで二、えー、番も罰なんじゃないかなっていうふうにいけますよねはい でそして3番です、えー、宅地建物取引士の登録を受けるには、えー、宅地建物取引士資格試験に合格したもので2年以上の実務の経験を有するものまたは国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、ね、法で定める自由に該当しないことが必要である、はあ、まあ、特に間違ってないですよね。 はい、でね2年以上の実務経験必要ですもんね、まあ、まず竹内験に受からなければいけませんしねまあ今今皆さんその段階ですよね今ここですよで、えー、その後2年以上の実務経験まあもしくは、えー、登録実務講習ってやつですよねえー、あれをやってでしかも、はい、結核自由にガイドするとダメでしたよね、はい、ですので、えー、こちら3番の選択肢はいいんじゃないですか一応はい、えーまあ、一応4番見てみましょうねはい4番 えー、宅地建物取引士は取引の関係者から請求があった時は従業者証明書を提示しなければならないが法35条に規定する重要事項の説明をする際は宅研証の提示が義務付けられているため宅研証の提示をもって従業者証明書の提示に変えることができる宅研師証と従業者証明書は全く別物です。えー、代用することは基本的にできませんということですので、えー、4番も×ということになりますのではい問いの37番回答は 三番と。いうふうになっていきますね。問いの三十七番。回答は三番でございます。よろしいでしょうか。はい、えー、それでは次、問いの三十八番参りましょうか。はい。さあ、それでは問いの三十八番です。ええー、宅地建物取引業者 A が えー、宅地建物取引業法、えー、37条の規定により交付すべき書面、まあ、37条書面に関する次の記述のうち法の規定に違反しないものはどれかという問題ですいきます、えー、1番です A は売り主を代理して、えー、宅地の売買契約を適した際飼い主にのみ37条書面を交付したあれまずくないですかそう 両当事者に交付するのが37条書面ってもんじゃありませんでしたっけというわけで飼い主にしか渡してないってなるとこれちょっとまずいですよね違反するんじゃないですかねはい2番 A は自ら売り主となる宅地の売買契約において手付金等を受領するにもかかわらず37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかったさあどうでしょうかさあどうでしょうかうんわからないですねなんかうーん難しいですね はい、うーなんか内容を記載しない記載する必要ないのかなちょっとよく分かんないですねまあとりあえずじゃあ置いときましょうはい分からなかったら置いときましょうはい3番、えー、A は媒介により宅地の売買傾向を成立させた場合において契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず37条書面にその内容を記載しなかった、はい、解除に関する定めがあったわけですよね まあ特約を結んだわけじゃないですか特約を結んだわけじゃないですかやっぱり書いといてほしいですよねこれだって揉めますもんね特約をね定めて書かなかったらうーんまあこれは罰じゃないですかはいそして4番ですえー、A は自ら売り主となる宅地の売買契約において貸し担保責任に関する特約を定めたがまた定めたんですね買い主が宅建業者であり 貸し担保責任に関する特約を自由に定めることができるため37条書面にその内容を記載しなかったね、ええ。まあなんかいろいろ理屈こでてますけれどもねはい。要は貸し担保責任に関する特約を定めたんですよね定めたにもかかわらず37条書面に書かなかったんですよねまずくないですかということになりますよねはい まあなんか途中でなんか説得にかかってますけどね <laughs>、えー、なんかこうでしょこうでしょってね武志結構ありますよねそうこ,うこうだからみたいな感じになるとそうかなみたいなね、えー、ここに耳を傾けてしまったら怖かったんですね、はい。というわけでまあ34は違反するんじゃないですかこれどう考えても。ということは2番でいいですよねこちら、はいえー。問いの38番答えは2番と。 いう風になっていきますよろしいでしょうかねはいあ2番ですね打つとかですね。はいという形になっていきますよろしいでしょうかねはいちょっとあのー、今マークシートをご記入している最中でございますので、えー、今現段階で回答が出ているものをもう一度、えー、繰り返させていただきたいと思います、えー、途中からご参加の方、えー、こちらで回答チェックの方をお願いいたします問いの3番が3 問いの四番が二、問いの五番が四、問いの八番が二、問いの九番が三。問いの十二番が四、問いの十三番が二、問いの十五番が四、問いの十六番が一、問いの十七番が二。それから。 問いの二十六番が一。問いの二十七番が一。問いの三十番が一。問いの三十二番が一。問いの三十三番が二。問いの三十四番が三。問いの三十六番が四。問いの三十七番が三。 問いの38番が2と、えー、とりあえず今ここまで出ておりますはいさてそれでは続きのところ見ていきましょうかはいさあそれではですね、えー、続き見ていきたいんですがえー、と39番はまだ出てないので40番いきましょうはい 問いの四十番でございます。よろしいでしょうかね。はい。さあ、ええー、宅地建物取引業法三十七条の規定により、えー。交付すべき書面、まあ、三十七条書面ですね。に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれでしょうかという問題です。はい、一番から見ていきます。宅建業者 A. は。中古マンションの売買の媒介において。 当該マンションの代金の支払いの時期および引き渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったので37条書面には記載しなかったとはありますけれどもあれこれって代金の支払いの時期引き渡しの時期って37条書面絶対に書かなければいけないものでございますよね。ということで1番はこれはまずいんじゃないですかねというわけでまあ違反すするんじゃないですかねはいそして2番です。 えー、宅建業者である売り主 B は宅建業者 C の売買により宅建業者ではない買い主 D と宅地の売買契約を締結した B は C と共同で作成した37条書面に C の宅建士の記名を引用させなかったあれ書いといた方がいいんじゃないですか記名を引用しといた方がいいんじゃないですかというわけでこれもまあ罰でしょうね。はい、そして3番です 売り主である宅建業者 E の宅建士 F は宅建業者ではない飼い主 G に37条書面を交付する際 G から求められなかったので宅建書を G にに提示せずに当該書面を交付した、はいえー、これどうですか これどうですかうん。確かにあの重要事項説明をするときですね、えー、あのー、宅検証をですね相手が請求なくても見せなければいけないんですよねはい。えー、ね宅検証かどうかをちゃんとね、えー、見極めなければいけない、えー、ということで宅検証のね提示は必須でございますよ37条書面っていりましたっけそれ別にいいですよねはい まあ、別に見せたきゃ見せてもいいですけれどもね俺がたっけしゃ者みたいな感じで見せたければまあ別に止めはしませんけど別に見せなかったからといって本人違反はしてませんので、はいえー、3番はいいんじゃないですか、まあ、別に。 はいまあ、一応4番見ていきましょう、えー、宅建業者 H は宅建業者ではない売り主 I から中古住宅を購入する契約を締結したが I が売り主であるため I に37条書面を交付しなかったちょっと何言ってるかよくわからない問題ですね <laughs>。なんでそれではしょろうと思ったのかがよくわからない <laughs> もうどうしたんだろうっていうぐらいのまあ違反の選択肢ですよね。というわけで問いの40番は答えは3番でいいですね。はい 問いの四十番回答は三番となります。よろしいでしょうか。はい、さあ、それでは次行きましょうか。問いの四十一番行きたいと思います。はい、さあ、問いの四十一番。宅建業者が行う宅建業法三十五条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち。 誤っているものはどれか今度は誤っているものを探すんですね、えー、なお説明の相いた方は「宅建業者ではないものとします」ということで1番から見ていきましょう、えー、区分所有建物の売買の売買を行う場合当該一棟の建物およびその敷地の管理が委託されているときはその委託を受けている者の氏名法人にあってはその称号または名称および住所法人にあってはその下の事務所の所在地を説明しなければならないまあそうなんじゃないですかはい、まあえー、説明しなければならないでしょうね 1>, はいまあ、1番は多分そうなんじゃないかなはい2番です、えー、土地の売買の媒介を行う場合登記移転の申請の時期の定めがある時はその内容を説明しなければならないとさあ重要事項説明に移転登記の申請時期ってありましたっけうん別にないですよね。はいということは別にこれ内容説明しなくてもいいんじゃないんですか ということで、えー、2番はこれ誤ってそうですね。 はい、まあ3番4番も見ていきましょう3番、えー、住宅の売買の媒介を行う場合宅地内の、えー、ガス配管設備等に関して当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときはその旨を説明する必要がある、ね、えまあ電気ガス水道やっぱりまあねちゃんと重要なものですから説明しといてもらいたいですよねというわけでまあこれは説明しるいてもいいんじゃないですかはいで4番です えー、中古マンションの売買の媒介を行う場合当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約があるときはその内容および既に積み立てられている額について説明しなければならないこれもそうですよね。 これももそうでですすよよねやっぱりまあ額もしておかないとですよ、えーね、修繕積立金がいくらぐらい溜まってるのかっていうところやっとかないとまあ建て替えとかになった時大変なことになりますからね、えー、実は修繕積立金が1円もありませんでした、ね、ええー、みたいな感じになりますからね、えー、それはまずいのではい、えー、これはやっぱり説明しとくべきでしょうとするならばはい誤ってるものは2番でしょうね問いの41番はい回答は2となります。 はいいかがでしょうかさあそしてですね、えー、問いの42番と問いの43番がまだ出てないんですね。はいということで問いの44番いきましょうか。はい問いの44番まいります。 さあ、えー、宅建業の免許に関する次の記述のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれかという問題ですいきます1番からです、えー、宅建業者 A 社が、えー、免許を受けていない B 社との合併により消滅する場合はい、えー、存続会社である B 社は A 社の免許を承継することができる えー、2番、まあ、2番も一緒に見ちゃいましょう、えー、個人である宅建業者 C がその事業を法人化するため、えー、新たに株式会社 D を設立し、えー、その代表取締役に就任する場合 D 社は C の免許を承継することができるなんか、ね、免許を承継させたいんでしょうねこれね。えー、やめたらえた、ー、ら1番にしろ2番にしろ、ねえー、免許リレーとかしたいんですかね、えー、無理なんでございますよね無理なんでございますよね。というわけで、えー、1番もまあ免許証券無理ですし2番も免許証券無理です ですまあもうそういう意味では別の会社っちゃ別の会社ですからね。番、はいえー、番も2番もまあ多分無理ななんじゃないですかということで、えー、3番いきましょう、えー。個人である宅建業者 E が死亡した場合その相続人は E の死亡した日から30日以内にその旨を後見地に届け出なければならずおう免許はその届け出があった日に執行するうん死亡時に執行するはずですよね。 というわけで3が違うで4番、えー「宅建業者 F 社小津堅知事免許が株主総会の決議により解散することとなった場合その清算人は当該解散の日から30日以内にその旨を小津堅知事に届け出なければならないと」とはいこれが正しいですね。はいまああのー、123消して4番でいくか。 まあ4番ちょっと細かい内容でここまで知っていればまあ一発で取れたかなって感じだと思うんですけれどもまあ知らなかったら123消していくしかないですかねここね。はいというわけで44番の回答は4番ということになっていきますね。はいよろしいでしょうか。さあそれでは次問いの45番にいきたいと思います。 ね、さあえー、貸し担保の履行法の話ですねはいさあ1番でございますけれどもあれ A は住宅,か住宅販売貸し担保保証金の供託をする場合 B に対し当該住宅を引き渡すまでに、えー、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならないちょっと遅すぎませんこれちょっと書面の交付遅すぎますよねはい、えー、ということで、まあ、これは罰なんじゃないかなとで2番です 自ら売り主として新築住宅を B に引き渡した A が住宅販売・貸担保保証金を供託する場合その住宅の床面積が55平方メートル以下である時には、えー、新築住宅の合計個数の算点にあたって床面積55平方メートル以下の住宅2個を持って1個と数えることができると。とこれあったの覚えてますこの規則、ねえー、ちょっと細かいかいいもしれないですけど、まあ ね、過去問でも出たことありますよねこれ。はいということで、まあ、2番これ正しいんじゃないですかねということで,で3番 A は基準日にかかる住宅販売・貸し担保保証金の供託および住宅販売・貸し担保、A、責任保険契約の締結の状況についての届け出をしなければ当該基準日から1ヶ月を経過した以後においては新たに自ら売りルスとなる新築住宅の売買契約を締結してはならないあれ基準日から1ヶ月でしたっけ 50日じゃありませんでしたっけはいというわけで3番もなんか違いますね。はいで4番 A は住宅販売貸し担保、えー、責任保険契約の締結をした場合当該住宅を引き渡した時から10年間、えー、当該住宅の給水設備またはガス設備の貸しによって生じた損害について保険金の支払いを受けることができると、えー、もうこれちょっとえなんだこれ <laughs> というふうに思ったとしてもですよまあ2番でポンと取れるかなという感じでございますね。 はい、ええー、45番の答えは2というふうになっていきますさあいかがでしたでしょうかさあ問いの46番ですねええー、まあここから免除科目の方に入りますのでまああの五本免除持ってる方はねえなんかもう 私には関係ないってニコニコしながら聞いていていただければ「えああこういう問題解いてた人もいるんだ」ってねえあーもうおおらかな心ですよねおおらかな心わかります、あのーね、ご本弁上もね、あのー 受験生の時にはね、5問免除のやつがあるとね、いや、関係ない、自分には関係ないから、よし、他のところの勉強しっかりやろうですけれどもね、もう解答速報会でございますからね、ね、えー、5問免除持ってる方はね、悠々と、えー、ああ、5問免除、こういう問題なんだっていう形で、ちょっと聞いていただければと思います。46番でございます、えー、住宅金融支援機構の問題ですね、これ、結構選択肢難しかったんですよね。 結構選択肢難しかったんですけど正解の選択肢だけポンと取れる。はいね、正解の選択肢で結構、まあ、優しいの出してくれてたんでまあいけるかなって感じですけどもまあ問いの46番答えからいきますと答えこちら3番でございます問いの46番答え3番でございますまあ3番の選択肢見てみましょうか はいえー、証券化支援業務買取型にかかる貸付金の利率は、えー、貸付に必要な、えー、資金の調達にかかる金利その他の事情を勘案して機構が定めるためどの金融機関においても同一の利率が適用されるが罰ですよね、はい、誤ってるもの3番という形でいけたんじゃないでしょうかねこれねはい、えー、同一の利率が適用される罰ということになっていきます、はい、そして47がまだ出てなくて えー、皆さん大好き48番ですね。はいえーねまあ、当日の朝、ね、急いで覚えてでもうたぶん忘れてるでしょう。ね、<laughs> ということで、まあ、もうこの統計の問題だとばーっと書いてばーっと忘れますよねもう,ね、えー、もうあの試験終了時刻にはたぶん忘れてるでしょう。これ <laughs> ということで、えー、これ答え2番でございますこれ問いの48番、答え2番です。 統計の問題ですね。で、問いの四十九、五十が残念ながらまだ出てないという形でございます。えー、途中から来た方もいらっしゃるので、もう一回問いの一番からですね、えー、回答を叫んでおきたいと思います、えー。別に叫ぶほどのことじゃないですけど、問いの三番が三、問いの四番が二、問いの五番が四、問いの八番が二。 問いの番が問いの12番が4問いの13番が2問いの15番が4問いの16番が1問いの17番が2それから問いの26番が1問いの27番が1そして問いの30番が1そして問いの32番が1。 問いの33番が2問いの34番が3問いの36番が4問いの37番が3問いの38番が2問いの40番が3問いの41番が2そして問いの44番が4。 問いの四十五番が二。問いの四十六番が三。そして問いの四十八番が二。えー、現在ここまでとなっております。よろしいでしょうかね。それでは。水野先生の方と交代したいと思います。最後まで来てない。うん。 はいそれじゃあですね権利が、えー、出たのがですね何問かありますので問いのですね、えー、1はちょっと未まだ出ないですが問いの2見てまいります。はい所有権移転取得の話でまず一番なんですが自己取得の話ですね。でこの自己取得さあ B が自己取得しました B が所有権取得するのは当然、えー、10年なら10年20年経った時だと思いきやこれ遡るんですよね。 あの完了時時効の完成じゃなくて最初に遡るんですよねまあ固定産税ねさすがにねあの20年間とかね所有者、ね、使われてたのに払わすわけにはいかないんでね遡かる訴求庫ですさかのらせていくんですということで専有化しでさかから完成じゃねえだろうなというところで一番が罰でいけるといいですね次です2番 A が売り主 B が解除して C の所有する売買契約これ他人物売買ですねこれはあれです契約としては B が A の件について税務課す 全員無活性で知らないことにしない。A と B が成立した時点で、契約成立した時点では誰のもの、C のものです。さあ B はオツの所有権を取得するんですかと。契約は有効なんですよ。でもね、所有権はやっぱりね、C にあるんですよ。これ C にあったんじゃ、やっぱりまだ移転はしなさそうじゃないですか。まあでも全員無活性ですからね、どうですかね。うん。3番。 内金の関西までは兵の土地所有権は移転しないとの特約をされていたこれも民法で問題出て特約されて,た,ってったら特約有効ですよ特約有効だったら兵の土地契約時点で移転するしねえよですよだって特約通りですようん特約はだってこれ関西までは移転しないってなってんだから関西までは移転しませんよ移転するわけねえだろう罰ですちゃんと素直に行けば素直に考えれば何でもない問題3番は4番 A が B に低土地を売った 脅迫理由に取り消した。取り消されると、公土地、得定土地の所有権を永に復帰。当たり前です。取り消したんだから。え初、え、めから一旦したかったことになる。取り消したらなかったことになる。もうどう考えても4番です。4番です。これね、2番にやっぱ間違えそうじゃないですか。多分2番に間違えるんですよね。間違えるとするとね、うん、ちょっとね、技術的に走りましたね。全員昔だしと。あの、他人物場合は有効だけど、さすがに無権利ですから。 ああ、所有権は移転しないですよね、これね。うん、ということでね、まあ、これ2番と4番で、あまりにも4番が普通すぎて、シンプルすぎて、え、なんかこう、こんなはずはねえだろうと。そしたら2番の方が、ちょっと試験的には、丸ってなりそうですもんね。うん、だからね、ここで考えすぎちゃうと、裏書かれたみたいになっちゃうんでしょうかね、ここね。ということで、ここ、はい、もう一回言いますけど、遠いのには、正解番号は4番でございます。 はい、その次いきます、今度ですね、えー、3、4、5は出てて、6。今回、相続絡みがなぜか2問も出てましたね。で、これ、まず6番なんですが、A が死んじゃった、B と C が2人が相続人と、えー、2人が相続人で、これが誰か書いてない、ちょっとめんどくさい感じでした。1番、B、A の配偶者、C が A の子。 これ A がなくなっても今日図なんでも書けませんけどね。配偶者と子供のね、組み合わせですよね。半々なんですよね。じゃあ2番。B と C がいずれも A の子。えー、これ子供2人とも子供です。子供です。だったら、B の法廷相続部は1の方が大きいって同じじゃないですか、これ。えー、両方2分の1じゃないですか。大きくねえんじゃねえかと。えー、これそんなに大変な問題じゃないと思うんですけど、こういう出し方するとね、嫌だなぁですけど、初めての出し方ですけど、まあ、同,じ同じ、大きかねえですよね。 で、一番が罰で二番は同様と。A の死んじゃった後に、いずれも A の子、B の C の遺産分割協議が成立し、た B が死んじゃったんですって。えこれ A が亡くなってその子供が死んじゃったんですって。B に配偶者 D と E がいる場合であっても、A の遺産分割 E が代衆相続人として分割協議を行って代宗って書いてありますけど、A の死んだ後に B 死んでますよ。これを代襲と言うんですか ええー。亡くなった時に子供亡くなってたら代衆だけど、これ代衆じゃなくないですかこれ。ええー。これちょっと代衆じゃないっぽいですよ。ええー。これ代衆じゃないじゃないのだって先に亡くなってないと代衆じゃないじゃないですか。うん。ちょっと2番罰っぽいですよね。でです。この問題やっぱ難しいのが、あの、3番なんですよ。で、これ3番。これ不動産が賃料債権が生じていて、ええー、相続分に落ちて分割債権として確定に所得をしている。もうもらったんです。そして遺産分割で B に取なった。 なんか、最初から、ね、そっちの方のものだから、そっちに全部金渡すような気がしますが、必要はないで、どうやらなんか丸っぽいんですね。えー、丸っぽいんですね。うん。で、あと4番は、4番は、あの、限定承認って全員でやんなきゃいけないっていうのは知ってますよね。全員でやんなきゃいけないでしょ。全員でやんなきゃいけないでしょ。片方やったら、これ、あの、真実したと思うに、みなされたら、全員でやるっていう規定の意味なくないですか、これ。えー、だからこれ、なんか、あるかもしれない、こういう規定と。あるかもしんないねと。 えー、そうするとね、もうどれもなんか丸に見えて、まあ一番とところはしてほしくないけど、あと二番は大衆じゃねえだろって気づいてほしいけど、正解は三番です。正解しか難しかった、ね。正解しかね、なかなかね、問いの六、はい、三番。はい。で、問いの六、三番なんですが、えー、問いの七が未だ出てなく、問いの八は二番で、問いの九が三番。 で、問いの10。問いの10。あ、これが出ましたね。問いの10。見てまいります。さて、問題。不動産試験と低等研で、うわ、試験だとやってねえと。まいたーと。まいたー本当になんかこういうの出るともう、うわーってなりますよね。謝ってる前はどれか。さあ、じゃあもうしょうがないからやるかと。1では試験か。利息のうち満期度だった最後の2年分。これ、低等研の話じゃないか、これと。 えー、でもわかんない。試験もあるかもしれないしね。というね。うで見ては、設定行為に別段定めがない限り、非担保債権の利息は担保されないえ、定答権って利息担保されないんですかされないんですかなことはねえだろ、と。来ましたね。どうやら一番っぽいですよ。えー、一番っぽいですよ。 あとは、2番は10年定めたら10年で、2年は存続期間ないとかって、もう知らないけど、とりあえず3番も、法力発生要件引き渡し。まあ、7件が効力引き渡しがっていうね。これ聞いたことあったとしても、うん、まあ抵当等権、効力発生要件ではない。まあ、ま、こっちはわかるか。まあ、3番普通に丸まれできますね。あと4番、不動産1の物件、1も2も物件であり、登記せなければ第三者に対抗できない。まあ、7も抵等権も登記できるんでね。 投、えー、記しないとそれは勝てないんじゃないですかということでまあこれね難しかったのは確かですが一番のところで利息担保されないって定答権少なくとも何か満期のなった最後の2年分と、えー、高住委員がいた時にあるじゃないですかこれ低当権とか見た瞬間うわーも,うもう試験とかったらもっとうわーと、えー、そんな問題うわだけど意外と見てみたらそんなに大変じゃないっていうね。 うん、だからもう定答権ちょっと定番なんだよねっていうね、えー、これぐらいちょっとやっとくといいのかなという問題でしたまあ転倒権自体苦手な方多いですがこれは聞いたことあってというねところでいけた可能性ありますね、まあ、裏取るのはなかなか大変だったんですけどね、えー、だからまあ問いの10は1番でございますはい8問いの8が2で問いの9が3で問いの10が1でございます はい、で続きまして今度11はまたなんですね、これなんじゃないですかね、豊井の14、不動産登記法の話、さあもうこうあもと全然分かんねえよっていう世界なのかもしれませんが、あの1番って建物の名称って、あれ、建物の名前って、なんか表示のときに建物名って、あれ、見たことあるぞみたいなね。 ちょっとでもなんか見たことあったり、ね、仕事とかね、自分家とかね、あるとね、あれ、これもあるじゃないのぐらいちょっといけたりするんですよね。あと、2番目、地上権って、土地使う権利なんですよね。さすがに存続期間あったら、何年とかね、書いてそうじゃないですか。うん。まあ、こういうもね、なんかね、書いてそうだなんですよね。じゃあ3番、賃借権の設定って、まあ、滅多に見ませんけど、敷金があるときでも、登記事項とはならない。 まあお金のことですかね、敷金、登記事故ならない、知りませんよね、であと4番、事業用定期借金、その分の登記事故になる、これもちょっと微妙ですよね、あの1あたりは丸かな、2あたりも丸かなだけど、3と4あたりでやっぱ迷ったりする感じなんですよね、はい、これ、本当に登、ね、記の、ね、細かい規則なんですけど、3が×。問いの14、はい、3番でございます。 で、まあ、投機法ですよ。ね、一応、司法上の先生もね、いたりするんでね、まあ、あの、まあ、裏トンのこれだけかかったんだから、早いとは言えないけど、うん、やっぱりまあ、見つけられるんですよ。うん、だけど、問題としては難しいですよ。当然。はい、これっていう問題です。だから、できるできないとら、別にできなくても合否は影響ないじゃないのっていう問題ではあることは確かでございます。はい。それで、え、まだですね、いまだね、18以降が出てないんですね。18、19、20、21、22、23と。 えー、本当にいい加減にしてほしいんですよね、もう私も早く終わらせたいんですよ、皆さんも早く帰りたいでしょもう、きょなんてもう飲み行く日ですもんね、女の日にも,うオンラインもね早く帰りたいんですけど、もうしょうがないんですよ、やっぱり裏取らないとね、間違いるわけにはいかないということなんでしょうね。はいすいすすままませんじゃあ24まで飛びます さあ、24はどうやら出たようです。はい。固定産税の問題なんですが、これも難しいですよね。普通の問題じゃなくて難しい問題。じゃあ、どうやっていくかな、なんですが、まずは1番でね、固定産税って、借りてる人がいる場合、借り主に対して課税はさすがにないと思いますよ。え、ね、あの、大長女の所有者じゃない場合、一般ですよ。でも、と、借り、借りてる人がね、固定産税払うと、それはちょっとありえないでしょうね。これはね、普通に罰ってね、いけてほしいな、なんですよ。で、あとは2番目で、 これね、一と二と囲去問にはね、あったことはあるんですけど、この価格等従覧帳簿。なにこれと。大帳っていつでも見えるんだけどね、これね、いつでもじゃないはずなんですよね。これね。うん、これなんかちょっとね、これ絡んだことあったりするとわかるんだけど、普通に囲まれてるとね、ちょっといけないとこなんですよね。で、この24は、まあ、できるとすると、この3番で、固定産税文句あるとき、この、 なんだ審査委員会に審査の申し出なんとなくなんとなく聞いたことあるこれかな正解です3番ですへどういう問題んですよこれ、うん、だからまあ一応固定産税出るってね固定産税山まってるともう過去問でちょっと難しいのも一応見とこうみたいになってるとあこんなの見たことあるからっつって,ってこれってねそういった人がちょっとできたなっていう,もう普通にやってたらこれは難しいですよ4番とかだってもうなんだこれ適用されんのかなと、まあ、1月1日にさらちだったんでね それ、4月1日だからな、途中であっても、適用まじんじゃないのっていう、まあ、そういうね、ちょっとそれっぽいけど、うん、まあ、罰に行ければ、消去法でもいけるのかなと。えー、でも、2番が難しいですかね。まあ、とりあえずね、まあ、正解は3番ということで、えー、問いの24が3番。はい。で、問いの25、地下工事法ですね。 じゃあ地下工事法、はい、正しいものに乗るか。まあ、地下工事法はどうでしょうね。あの、これまあ予想的にはね、どっちかって言ったらこっちの方が出るっていう確率が高いとはね、まあ大体どこのかこう言ってるんですが、一番あたりが変化率等のっていうのは、これがちょっと聞いたことないですよね。まあ聞いたことないのが出たらちょっと分かんないから、はてなとこがいいんじゃないですか。で、ただ2番は年2回。年2回なんです。そんな年から年中ですかね。 これ年に一回、1回とかじゃないんですか不動産鑑定士、ね、2人以上で鑑定評価を求めてって土地鑑定員がやるのを工事する。えー、もうこのね、2回ってところはえ、ね、えですよね。あと3番。これは多分過去問やってたら聞いたことあると思います。標準値。鑑定する土地です、えー。利用状況、環境が通常であると認められる一段の土地に選定する。標準値で鑑定する土地ですよね。もうその名の通り標準の土地を選ぶんですよ。 通常の土地選定するんですよ。選ぶときは。で、実際鑑定するときはね、あのなるべく高く、要は建物がかあったとしても、損しないものとして、ね、鑑定するなんてありますが、これ、選ぶときは、これはですよ、選定は通常であるというところを選定するんじゃなかったでしたっけ。ちょっと3番ですよね。あと4番は取引を行うもの。行う義務はないです。え目安にしてね、なるべくっていう、務めなきゃならないっていうね。 これ何度か過去問に出たと思いますが、この問いの25は1番は確かに難しいけど、3番だろうと。正解3番です。おそらく地下工事にちゃんと、出るなね、出るんだよねってね、覚悟してやってたら、できていただきたいなというね、問題の部類でございました。はい。じゃあちょっと、あの、新しいのが出たと思いますのでね、えー、ちょっと変わりますね、また。さあ、えー、それでは、続きましてでいきたいと思います。 えーとですねまず問いの、えー、25まで出ましたので26272829ですねはいさあ問いの29番ですえー、宅建業法の規定によれば正しいものはどれかという問題ですさあそれではいきましょう、えー、1番からですね えー、宅建業者 A、公建知事免許はマンション管理業に関してと、まあ、宅建業では関係ないそうですね、はい、宅建業とは関係ないものに対して、えー、不正または著しく不当な行為をしたとしてマンション管理の適正化の推進に関する法律に基づき、えー、国土交通大臣から業務の停止を、えー、命じられたと、えー、この場合 A は公建知事から法に基づく指示処分を受けることがあると、えー、宅建業に関係があれば、その宅建業以外の法律に、えー、違反したらだめですよね。 えー、ただまあ今回は別に宅建業の業務に関してるわけではないのでこれは別に指示処分を受けることは特にはないのではないでしょうかね。はい、というわけで、えー、1番は「×」でいいんじゃないですかこれ、はい。そして2番です。 えー、国土交通大臣は、宅地建物取引業者 B、おつけん知事免許の事務所の所在地を確地できない場合、えー、その旨を官報及び小津県の広報で広告し、その広告の日から30日を経過しても B から申し出がないときは B の免許を取り消すことができるというふうにありますけれども、これ、引っかからなかったですかこれ、なかなか嫌な問題ですよね。 そうすっごく嫌な問題ですよねだってね、えー、事務所の所在地が分かんないんでしょ広告しても見つからないんでしょ、ねえー、30日経過しても何日経過しても連絡ないんでしょそれじゃも,、ね、もうね取り消しでいいんじゃないのこれっていうふうに思うかもしれないんですがそことは全く違うところでこれダメなんですよね皆さん気づきましたここれはなかななかかかひどいいい問題ででですすすよよねねの業者お付ん知事免許 この業者さん、おつけん知事免許なんですよね。免許取り消しできるのって免許権者だけですよね主語をご覧ください国土交通大臣はあ無理でございますねなかなかなトリックですよねこれ皆さん大丈夫でしたこれはい国土交通大臣は無理です取り消し無理ですええ えー、取り消しできるのは大津県知事だけでございますのではいでは3番、はい、えー、こちらですね、えー、国土交通大臣は宅建業者 C に対し法35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合には期待なくその場での内閣総理大臣に通知しなければならないどうそうでしたっけ、そうでしたっけ、えー、はい、えー、で、なんか違うんじゃないかなっていうふうに思いますよね、これも、はい業務停止命じた場合ですもんね。 はいえー、で4番、えー、宅建業者で、えー、平均知事免許ですか、えー、は法72項1項に基づく平均職員による事務所への立ち入り検査を拒んだ、ね、この場合では50万円以下の罰金に処せられることがある、はい、まあね事務所への立ち入り検査拒んでるわけですからね。 えー、これはまあ罰金処せられることもあるでしょうっていうか、えー、これ処せられなかったとしたら立ち入り検査拒みまくりになるでしょうしね <laughs> いやちょっと今やばいんでみたいな <laughs> いつならいいんですかあまだ、あ、ちょっと10年後ぐらいに来ていただければみたいなと <laughs>、えー、いうことにもなりかねないのでまあこれは正しもいものは4番じゃないですかはいというわけで、えー、問いの29番答えは4はい。 さあそれから問いの31番ですねはいさあ問いの31番も回答が出ております、ね、さあ参りましょうえー、宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B との間でマンション代金3000万円の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち宅建業法の規定によりは正しいものはいくつあるかという問題ですはいまず A から見ていきます えー、B は自ら指定した自宅いいですねはい自ら指定しています飼い主さんの方から指定してますねこれ、えー、その自宅においてマンションの買い受けの申し込みをしたそうなんですよね、えー、その時に法37条2の規定に基づき正面により買い受けの申し込みの撤回を行うことができる無理じゃないですかだって飼い主から自宅でっつって言い出しちゃったんですもんねはいというわけで A、えー、はですねこれ罰ですねはい無理ですで B が A に対し 法37条の2の規定に基づき書面により買い受けの申し込みの撤回を行った場合その効力は当該書面を A が受け取った時に生じることになる罰ですよねそうクーリングオフは書面を発した時ですよねいいですか届いた時じゃないですよねはいですので E も罰じゃないですかで「う」です A は B との間で当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合加えて損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができるとちょっと待ってくださいえ損害賠償と違約金って確か合算して2割でしたよねで合算して2割ってことは合算して600万円じゃないとまずいですよねこれ合算すると300たす600だから900で超えてますよねもう完全に。 ということはこれ定めることできませんよね。というわけで「う」は×ということになりますので、ええ、ここまで書いておきながら正しいものが1個もなかったというですね。はいというわけで解答は4番ということになります。問いいの31番の番答えははですは さあ、そしてですね、えー、ザクザクザクざと言ってしまってですね、なんと。えー、五問免除まで飛びます。はい。五、えー、問免除まで飛びます、えー。ね。大変なんですよ。本当に、えー。本当大変なんですよ。はい。というわけで、問いの四十九番ですね、うん。さあ、問いの四十九番までなんと飛んでしまいます。 えー、土地に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれかということなんですけれども、まあ、まず1番から見ていきましょうか扇状地は、えー、山地から河川により運ばれてきた、えー、サルキ島が、えー、堆積して、えー、形成された地盤であるいいんじゃないですかで2番山岳地は、えー、河川の河口付近に見られる軟弱な地盤である、まあ、いいんじゃないですか、えー、3番台地は一般に地盤が安定しておりお低地に比べ自然災害に対して安全度は高い、まあ、いいんじゃないですか はい、で4番「梅め立て地は一般に海面に対して気候を持ち干拓、えー、地に比べ水害に対して危険であると」と、はい、これが不適当でしょうかね。というわけで問いの49番は4番となります。はいよろしいでしょうかね さあそして、えー、問いの50番いきましょうか、えー、建物の構造と材料に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれかとはいまあ 建物ってなかなかね範囲も広くてねどっから出てくるのかって話ですけどまあ今年は結構取りやすかったっちゃ取りやすかったですかね、1番、まあ、結構過去問でも出てきたところではありますからねはい、えー、1番、木材の強度は含、えー、水率が小さい状態の方が低くなるというふうにありますけども、あのー、木材って水分を含めば含むほど弱くなるんですよね。はい なぜそう覚えません、えー、木材水に濡れた木材弱そうじゃないですかなんか、ねえー、こいつの方が強いんだよって言ったらあの木造全部水に濡らしますよねまず、えー、なんか木造の建築物建てる時にみんなバーッと濡らせーっとか言うわけの分かんないことやるでしょうねきっとね、えー、それやると終わりますからね本当にね、えー、腐りますよはっきり言って、えー、というわけで、はい、木材の強度は、えーね、水があるほど、はい、低くなる×でございますので最も不適当なものですから、はい、問いの50番 反応答えは一というふうになります。まあ一周しましたのもう一回回答叫んでおきましょうかね。はい。ね。引き伸ばしです。引き伸ばし。ね。ということで。問いの二番が四。問いの三番が三。問いの四番が二。問いの五番が四。問いの六番が三。問い七は出てません。問い八が二。問い九が三。問い十が一。問い十一はまだ出てません。問い十二が四。問い十三が二。問い十四が三。 問い15が4問い16が1問い17が2で181920212223が出てません24問いの24番が3問いの25番が3問いの26番が1問いの27番が1問いの28番はまだ出てません問いの29が4問いの30が1問いの31が4問いの32が1問いの33が2問いの34が3 問いの36が4問いの37が三、そして問いの38が2問いの39番はまだ出てません問いの40が3問いの41が2問いの4243はまだ出てません問いの44が4問いの45が2問いの46が3問いの47はまだ出ていません問いの48が2問いの49が4問いの50が1というふうになっていきます。 だいぶ出てきましたね。はい。さあそれではですね、こちら、えー、水野先生の方にバトンタッチをしたいと思います。はいすみません。えー、それではです、ね、出たところをまた追加で出て見ていきます。え問いの十一。 はい、問いの11釈迦法の問題なんですがそうですね、まず1番手ちょって珍しい変わった形式ですね A、河野土地、い本県とは別に29年9月1日 C との間で建物所有をとして賃貸借契約締結したらしいですよねでこれあの29年10月1日に今回の、ね、件があったみたいですよねで今回は資材置き場なんですよね更地でそうするとなんか C の方が優先すると言われると確かに建物目的の方が優先しそうなもんなんですよね。 うん、ただね、別にまだ立ってるとか、対抗力得てるとか、そういうの書いてないんですよね。だからね、これ確かになんか優先しそうなもんだけど、いや、まだ対抗力云々がないから、それは言い切れないと思うんですよね。ほんでね、じゃあ一番ちょっとわかんねえな、もしかしてもあるかもしれないけど、ちょっと二番にしてみようっていうと、賃貸借の創造期は10年。はい、10年です。えー、本件契約、居住の建物を所有することを目的であるとき、存続感が30年となるのに対し、 これはどうです建物所有目的だと、最低30年ないとダメじゃないですか。だからこれ10年じゃ短いから30年となるって、これちょっと正しそうじゃないですか、これ。うん、で、あの、本件契約が資材置き場として、さら地で利用することを目的ということは、これは借者化の適用ないですよね。で、借者化の適用ないと民法を使うんですよね。民法ってね、条件で20年なんですよね。で、今回10年って決めてますよね。10年って決めたから10年である。これっぽいですね。これじゃないですか。 で、一応ちょっと3番見てみますこれ3年のごとに1%とか何回言ってるかよく分かんないけど、とりあえず増減額請求できないって、いや、できねえことねえだろうと。お互いに。あと4番見ると、契約の更新がない。ええ。書面をこうして説明しなければならないって、これ、あのー、事業用で厚生証書とかね、50年のね、長期の定着とかね、そういう特殊なやり方でやんないと、それちょっとしても説明してもダメですよね、多分ね。うん、ちゃんと勉強してればね。 ということで、はい、正解は、問いの11は2番。問いの11は2番。おそらくこの2番は、問いの11は、この2番でピンポイントでいけないとダメでしょう。おそらく。えー、あの、シャクシャク化法建物所有規的だと30年。 えー、民法上限20年、そこの近くですよね、えー、その問題なんでね、だからここのところって1番とかね、ちょっと3番とか難しい、4番もやっぱりそんな優しくないでね、ちょっと2番に、えー、なんとかね、ピンポイントでいけるといいなの問題なんでしょう。そして、えー、飛んで飛んで、問いの21はまたですね、問いの21。 でその上の卓造法がですよ、今年で、ね、火吹きそうな問題なんですよね。なんだよ、これってね。これ難しかったんでね、この21が逆に区画整理が優しく見えましたね、これね。うん、そんな感じの年でしたね。で、まずは、これ誤ってるのはどれかですが、組合。まあ、土地区整理組合って街づくり、綺麗な町並みしようっていう組合ですね。これ、作る時もね、これ認可って言いますけど、解散の時も認可を受ける。うん、過去出たことあります。何度かあります。 いやー壁手にかやめるのはよくないんじゃないの認可とかいるんじゃないの一番はね正しそうなんですよねじゃあ2番はい施工地区内汚い町並みからきれいな街並みにするその工事の組合員の所有する所有権全部一部を承継したもの要は売り主から買ったら売り主の権利義務は当然引き継ぎます一部買ったら当然したら当然権利義務は承継したものにも移転する当たり前です合意にいれば合意に従いですその土地行ったらその土地のルール守るそれはまるだろうな3番目 組合設立しようとする人。え、で、ここね、まあもちろん、7人以上共同して、っていうところはね、まあミソでしょうね。そして認可を受けなきゃいけないっていうね。その点あたりで、まあ、丸だろうな。で、あと4番。借地権のみを有するものは組合とならない。借地権って何ですか土地使える権利ですよ。所有者だけが土地の知見者とは言うんじゃないでしょう。土地使える人がいるんだったら、その人も組合にならなきゃ、 これ、ルール守らせなきゃ、まずくないですかもうその地域みんな知見じゃ、所有者も借地権者もみんな組合員全員、組合員とならないなんていう人はいるはずがない。はい、4番、罰。ということで、はい、問いの21、4番でございます。問いの21は4番でございます。 はいで飛びまして飛びましてえー、問いの28はい問いの28宅建業者 A の業務の違反しないものがあるかまた個数ですがいきますね。 A は、業務の帳簿に関して知り得た秘密が含まれてるから、閉鎖後地帯なく破棄した。まずくないですか面白い問題ですね。まあまあね。あんま今年面白い問題なかったんですよ。これはなかなかいけてますよね。閉鎖を捨てちゃったんですっ、ね、てやばいですね。これはちょっと5年取っとかなきゃいけないじゃないですかえ。新築の時なんて10年取っとくんですよね。あ、これまずいでしょうと。あと E、千人代理契約。え売買じゃなくてついに代理が登場しましたね。まあ同じですけど、結論は大して変わりませんけど。え今回は、特約したため、 何ですかこれ。ステイルスに登録しない特約をしたため、登録しなかったこれまずくないですかこれは、まあ、千人とか千属千人だと、ステイルュスレーンズに乗せなきゃいけないじゃないですかこれはまじだろうです。ていう、投資マンション。ね、よくあるパターンですね。またね、従業者社は投資マンションの販売にって、契約で先立ち A の名称って会社名言わなかったんです。会社名を。で、事故の氏名とかで、あの、勧誘が目的だけど、自分の名前言ったんですって。水野です、みたいな。え、ね、言ったんですって。で、目的も言ったんですって。 で、相手から、もう関心ないからって言われて、断念したと。ええ。これ、罰です。罰です。え、断念した。これ、あの、断念は、断念は、いいんですよ。これ断念して、一千万ぐらい断られたからいでもっといかんかと。せ、追学せんかと。そういう罰じゃないんですよ、これ。ここのところは、名称を告げに、これはまずいんですよ。名称を告げないのかだって、自分の名前だって、なの誰だ、お前じゃないですか。会社名言えてたんですよね。 あここら辺名乗んないのはまずくないですかうん。だからでございます。だからね、断念したのがいけないんじゃないですかね。そこのところよろしくお願いしますね。えー、こんな甘いこと言ってんじゃねえよ、営業はって。そういう意味じゃないですかね。ここは言わないのがいけないですからね、会社名。当たり前だろうとあと、えー、離婚に着手前に手付けを飼い主に返還して解除したって、指令と見るとなんか良さそうだけど、倍返しでしょ、これ。倍返しじしでしょ、これ。ちゅうことで、はい、また得意の出ましたね。いくつあるか、ない。4番です。 問いの28、4でございます。次。問いの35は出てたと思うんですよね。あ、出てましたね。はい。<laughs> はい、問いの35。まだ出てませんよね。問いの35いけますね。はい、それでは、えー、ページだと17ページですかね。えー、正しいものはどれかです。まず1番。 宅建業者、自ら貸し主として賃貸借した契約。これ、帳簿に記載実行、記載、定められた事項を記載しなきゃいけないとお。帳簿に取引の台帳だから記載しなきゃいけねえだろうって思いきや、さあ出ました。必ず毎年一個どっかで出てくる。自ら貸借。今日は今日というか、高等者、ここできましたね。自ら貸借、業法の適用ない。業法との適用ないから、台帳に載せる必要はないでしょう。うん、だからここのところは、しなければならないは罰ですよ。 なんか業者が貸してるからね、ちょっと載せなきゃいけないっぽいですけどね、自ら対策だから業法の提供ないから、代償かけっていうルールだってあるわけないじゃないですか。うん。ここがまあクリアになるかどうかでしょうね。あとは一括して備えればって、もうパターンですよね。一括じゃなくて、ここって帳簿って事務所ごとですもんね。だからここはやっぱり罰で、あと3番、補修額記載することを義務付けられているえ、違反した場合は、処分対象となると、それはなるんじゃないですか。なるんじゃないですか。 じゃあ,あと4番は一時的に事務の補助ってバイト君とかですよこれきれい事でといてくださいねえ従業者名簿に記載する必要は当然ありますからね大体、えー、普通載せませんけどねでバイトなんてね載せないですけどね載せてたら5人に1人足んなくなっちゃう会社の方が多いんでね載せないですけどね載せないけどこれ載せなきゃいけないですよね試験ですからねうんということでこれ正解は問いの353ほい で、えー、39が空いてますね、39、39はちょっとまだなんですね。39しか,42か42 はい、40にまだ出てなかったと思いますじゃあ40に確認します正しいものいくつあるかあ販売広告で将来の環境について一律そういう表示をしてはならないってなんか全部普通のですね当たり前だろうとい、えー、広告の表示項目の中に将来、えー、現在将来の制限があるが、えー、広報上の制限略借地の有無とか使用上、えー、一般投資のそういうルールそういったものも当然必要なものは含まれるでしょうねやってかなきゃいけないだろうちょっと言い方難しいけどそれは丸だろうと あとう顧客を集めるために売るしない要件の良い物件を広告することにあの物件販売しようとした場合実際に誤認したか否か損害方が監督で処分の対象となるとこれどうですか、えーまあ、条件のいい物件とかな、ね、い物件とか、ね、お客呼んで,、ね、で別の物件、ねえー、あの紹介するって、ねまあ、よくあるパターンなんですよねよねくあるパターンだけどそれがいいかつたらい言い訳ねえだろうなんですよねこれもやっ,ぱやっぱ対象となるでしょうね。これねあの4番目 依頼代理依頼されて広告です、代理依頼ことを命じなきゃいけないそうです、取引対応の命じってね、注目を受けたとき、広告になった、はい、そう変更がない場合でも、伝えなく明らかにしなきゃいけない、そうなんですよね、これ、仲介手数料かかるかどうかの話なんでね、取引対応の命じって、注文のときも言う、ね、広告も広告するたびにもやるというルールがありましたもんね、はい、あいうえ、これ、なんで迷ってたかちょっと分かんないですけど、本部がね、うん、とりあえず、あのー、正しいものは4つ。問いの42は4。 でございます。じゃあ次ですね。問いの四十三。 問いの43はまず媒介の問題なんですけど、えー、正しいものを一番であかで見ますね個数問題です A は2週間に1回専任人媒介の業務処理状況を B に報告そうですね今回専人だから1週間に1回と2週間に1回ってどっちがどっちだったら専属専任人と専任人だと2週間に1回で、ね、これはあの真ん中のやつだから2週間に1回ですよねでこれに加え購入の申し込みあった時遅滞なく報告これ知ってます今年の改正点ですよ、えー、申し込み入ったらすぐ家へと ああ申し込み入ってもね寝かしといたりするんですすよね、えー、あのすぐにね売り主言わないでね申し込み入ってもね他の会社からの申し込みだったらとりあえずしばらく、えー、ないことにして、えー、自分のところに来ないかなーって待っててもうええだろうって言ったらやるとかねあとちょっと寝かしといて買い取りたい人ですよなるべく買い取って売った方が儲かんで、えー、テンパぐらいは抜けるんで、えー、だからねここのところ待ってね売れませんねと。 そうすると諦めて売ってくれるかもしれないじゃないですかそうやってね温めとくんですよねっていうかいけないことですよこれはもともとでもいけないことだけど、まあ、よくあった話なんですよだから名文化されたんです早く言えよおにとうれしい言えよとやれよとそうなんです今年改正だって初めて名文化普通の一般の人は当たり前だと思いますよね、えー、申し込みやったらもうねやりましたよと売りしさんとかって言いそうなもんじゃないですかそうではないんだですこの教会というのは、えー、ということですということであはまず丸るでしょうあと「い」

また依頼者の更新しない旨の届け出がいれば自動更新する特約も認められないただし B が宅建業者である場合は A と B のご意見に自動更新ができるって業者間だとこういうのはいいんですかこれ業者間だからってよくないですよね業者間だったらよさそうだけどよくないですよねうんあこれはやっぱりいいわ、うん、自動更新はできないでしょう専人から依頼から7日、はい、ただし A の休業日は含まない 休業日を吹かない。えー、良さそうですね。うん、うん。じゃあ、以内に所定の流通機関は指定流通機関を、えー、登録しなければならず、はい、登録を承する署名を遅滞なく、B に提示しなければならない。提示しなきゃいけない。これ、提示かなと。ど、え、う、っと、なんですかね。これどっちなんですかね。提示提示だと、お客さんに載せました知ら。みたいな。知らですよ。知 <laughs> らですか。知らはちょっとなんか不安じゃないですか。これね、知らはまずいですよ。 しらじゃやっぱり見せられたらちょっと気になってしょうがないですよね。やっぱりこれ渡さなきとまずくないですか <laughs> ええー、まあ、ここのところ定示、はすっごい、すごいです、ね、これね。なかなかね、やるなーっていう問題ですよね。ええー、まあ、ここツなんでしょう。あと A、広告費用は A の負担であるが、否定率婚の登録、はい、および B が A に依頼した費用に関しては、田舎に関かかわらず、はい、どうですかね、これ、えー、えー、B に請求することだける限度額を超えて B に請求、通常の広告にちょっとまずいですよね。 うん、バツの正解は一番。はい。でです、ええー、問いの四十七は、問いの四十七。はい、まあ、五問目以上持っている方は、全然関係ないね、えー、問題になっちゃうんですが。 正しいものはどれかというところでございます。はい。まずは、一番、物件の所有者に売買依頼されましたと。で、A から入手した物件の関する情報を、あ業者 B がそのままなんかサイトに転載しちゃったんですって。えー、あの、そのままで、ね、勝手にね、他の業者の宣伝をね、勝手にやっちゃうね、そこもね、ちょっとまずいんですけどね。でも今回そうじゃなくて、そこじゃなくて、仮に入手した物件の情報に間違いがあったってですね。間違いがあったんですね。さあ、間違いがあったとしても、不当表示に問われることはないんですか やっぱり広告出したら出した業者、まずいですよね。そういうのは広告ちゃんと調べてやらないとまずくないですかえこれはどうですかに、ね、あるだろうってちょっと常識にいければいいなというところです。はい。まずは1番はバツなんでしょう。次2番。新築の建て売り住宅です。建築中で外装が完成していなかった。ええ で当該、住宅と規模、外観は同一ではないが、同じ施工業者が他の地域で手掛けた、えー、外観写真を、他の物件ですね、全然ね、えー、それをですよ、施工レジャルと明示して記載した、えー、不当表示に問われることはない、さすがにお客さん、写真見たら、やっぱり同じようなもんだと、同等のもんだと思っちゃいますもんね、それがなんか、ちょっと同じ例だとか言って出しても、これはちょっと問われることありそうじゃないですか。うんこれははちょっととななななんんかかいいいい言えないんじゃないかなです あと3番、こういう聞き方ちょっとやりにくいですよね。取引しようとする物件です。はい、所要時間です。物件から道路距離80メートルして除して、算出した。まあ80メートルです一1分見たいですよ、これは。除してっていうのは。ただね、5.25分だったっていう時に、これ、波数が出たら、車誤入、車誤入、車誤入じゃなくて、これ、切り上げしなきゃいけないんですよ。え車誤入でこれ5分ってなっちゃってますよ。ここで気づいた人もいるでしょうね。 あれこれ25ってなってて5分ってなんか少ない方いっちゃうこれまずいじゃんのっていうとこですよ、うん、だからこれ5.25分であったから1分未満車ゃごにして駅から5分と表示したいやーこれまずいでしょうねあげないとねで4番がこれまあこれもねあの最小面積最大面積のみってねなってますがはい正解は4番でございます はい、で、えー、また一番の方に行きますけれどもさあ代理の問題で普通代理の問題は簡単なんですがちょっと今回は難しい感じでしたね。 うん、何が難しいかというとおそらくですねあのちゃんと代理やってたら2番と4番丸るかなみたいな感じにはなっていくと思うんですよであと1番と3番が何かなこれなんですよ、うん、これがなかなか大変でしたねじゃあいってみますこれまず1番で売買契約代理に与えられました需要がない限り相手から取り消すっていうのを受領する権限を有するとどうですかね あの一応理屈ではもう売買終わったら代理権消滅っていう代理権代理人はもうお役御免で本人と相手方なんですよね。でも相手からしたら取り消しって言ったら代理人がやったことなんでねこれ代理人に取り消しって言って相手方ダメだよ本人じゃないとっていうのもちょっと厳しいですよね。 うん、だからこれ、まあもちろんね、あの理屈で言ったら、代理人はもうお役御免だから、本人に相手が家をえよ取り消しはっていう、そんな考えもあるんですけど、これ代理人に言っても権限は、うん、ないことはないのかなというね。うん、ただ罰かもしれないな丸かもしれないなちょっと微妙だな,な状態だったんでしょう。で、あと2番は委任による代理権。本人の許諾を得た時の,のほか、やむを得ない事情がある。どっちか片方で。副代理は、やむを得ないってやったらもう許諾いりません。許諾あったらもう事情ないってどうでもいいです。はい、副代理選任できる。これは丸だろうと。 えー、そして3番、これもなんか言ってることが微妙なんですよね。委員事務処理にあたり、金銭受領した、代理人にあげようって渡した、代理人に渡した、事情がない限り、代理人に対する義務は消滅する、まあ、渡したんだから、消滅してるんじゃないですか、本人に対する受領物は消滅しない、えー、ということは、本人にまだやんなきゃいけないんですかね、でも渡しちゃったんですよね、これで消えないとちょっとなんか大変ですね、この人ね、どうされるのって状態ですよね、これも罰っぽいですよね、やっぱりね。 うん、であと4番はこれ夫婦の一方は代理権の授受注なくても日常家事とこれね昔出たことあるんですけど日常家事債務って例えば奥さんが旦那さんの収入でねあの奥さんが例えばスーパーで肉買ったりねするのって委任状いると思いますいらないんですよね。 うん、だって肉買ってですよ。ね、丸いって言って買ってですよ。あのー、旦那がね、この肉は俺は代理権与えたつもりはね、とか言って言ったらちょっとなんかまずないですかこれ日常家事債務ですよね。あの、夫婦ってね、委任所とかなくてもね、代理人としてね、できるんですよ。これね、聞いたことあるなと、聞いたことなくても、なんか日常家事だから普通にできるのかなっていうね。そういう想像力があると、なんか丸に近いなと。やっぱりね、ここはね、1、3あたりで迷うんですよ。うん。じゃあ、多分、中でも迷ったんでしょう。迷った結果、 正解は三番、えー、なかなか裏取るのが大変な問題でね、えー、出すのも答える方も大変でしょうが、えー、このところは3番でございますはいでは次問いの7番 まあ、もともと請負い難しいですけど、これもやっぱり難しいですね。では難しいんですが、じゃあ7番見てみましょうかね。これね。えー、まず1番。請負人、責、え、め、ー、に来すべき事由によって中途で終わっちゃったと、えー。施工済みの部分に相当する報酬、支払い請求ができる場合、注文者、ね、発注者ですね。請負いに請求できるのは、注文者が残媒金の施工に要したうち、請負人の未,未施工部分に相当する協威代金を超える部分にかけられる。 もう緊張状態ってと何言ってるか分かりませんね、これね。え、うん、私もなんかここにいて、なんかもう疲れちゃって考える気力もないです、これ。<laughs> えなんかもうなんか、なんか分かんないけど、ちょっと丸かもしれないけどバ、バツっぽいけど、ちょっともう分かんないんですよ。で、あと2番ね、注文者の責めに期すべき日常ってちょっとで終わったんですって。残務、残債務を逃れるとと,ともに、注文者に代金請求できるが、自己の債務を逃れた利益を注文者に召喚と。自分がやることをやらないで済んだ分をね、相手に解説ですね。まあこういうのね、公平の理念でね、やっぱりありそうなもんなんですよね。 もうこれもなんか読んでてね、もうなんか難しいけど、ちょっと丸っぽいんですよね。で、あと3番。歌詞があり場合、注文者は歌詞に代わる損害を受けてなくても、り報酬全額払わなきゃいけないって、これ報酬どうですかね全額払わなきゃいけないんですかねなんか払わなくていいような気もね、あの、するんですよ。だって、こんなんですからね。うん。で、じゃあ4番も見ましょうか。あの、 特約した、追わない特約を。知りながら告げなかった事実については、その責任を逃れることはできない。なんか、やっと来た、丸はまるわ、と。えやっと丸が出たと。でも、謝ってるものなんですよ、これ。え四4番は丸だ、と。4番はこれは丸だと分かったと。でも、分かんねえ、他が、という問題なんですよ。うん。だから内部でも揉めたんじゃないですか。えで、結果、裏を取った結果、問いの7、正解は、3番ここは喜ぶですよ。よーみたいな。 えー、もうこの大詰めでこれから一点が一点がこれが大事になってくるんですもう当たった外れたこの運が良くて当たったそれも大事なのことなんですよだから喜んでいいですよ、はい、問いの7は、えー、3はいでは続きまして問いの18 <laughs> さあ建築基準法の問題ですねでは誤ってるものを探しましょうというんですねじゃあまず1番なんですが鉄筋コンクリートです、はい、回数がえです、えー、防火で避難所をしようがないと見た時は検査準こを受ける前においても、えー、当該建築物を使用することができるとまあ基本的にねあの大規模建築物とか検察未証検済みもらう前は使っちゃいけないっていう話なんですがこれしようがないと認めたとか書いてありませんこれ しょうがないとね。じゃあしょうがないと認めたんだったら、うん、できるような気もしますよね。なんかできたような話がありましたよね。うん、なんかちょっと丸っぽいですね。で、2番が、長屋の各子の会壁は小屋裏または天井裏に達するって、なんだこれはと。なんだこれはと。なんだこれはなんですよ。もうハテナになっちゃったんですよ、これ。うんだから多分この、これだと思いますよ。なんかなんだよみたいなね。うん、これなんか難しいですね。もうハテナつけるしかないじゃないですか。 あと3番、下水道法とか出てきますよ。そんなのあるんですね。下水道法。えー、処理区域内とかありますよ。便所は、汚水管が公共下水道に連結された水泉便所としなきゃいけない。全然わかりませんけど、とりあえず水泉便所がいいですね、ぼっとよりね。うん、それは間違いないですよね。こういうところ、まあ水泉便所でわかんないけど、もうわかんないんですもん。わかんないんです。で、4番、ホテルの用途を共同住宅にする。えー、 建築確認が不要である。用途変更って似たもの同士だと、いらないんですよね。さて、ホテルを共同住宅、似てねえと、似てねえと、どう考えても似てませんよね。うん、これはもう4番でしょう。はい、正解は4番。あの、ちなみにね、このあの、裏取りって、4番が×って分かっても出せないんですよ。えー、2番、3番がちゃんと丸っていう風にならないと出せないんですよ。うん、だから時間かかってるんだと思います。 あのこれレッののの講師ここ番すぐ出のか情けなないいいと思わないでくださいね、うん、あのこれはちゃんとすぐ出てるはずなんですよ。あれだけどもう2番3番も見ないといけないからというね、まあ、そういう状況なんでございますよ。ということで、はい、問いの18は4番、はい。では問いの19ですね。いやこれもですねなかなかなね問題ですがねまず1番見ていくと。 報、えー、ですね <laughs> 都市計画区域または準都市計画区域内用途地域の指定のない区域を、はい、憲兵率の上限値をけん原則として法で定めた数値をうち特定行政庁が土地利用の状況を考慮し当該区域を区分して都市計画審議会の議をて定めるものとなるってちょっと言ってることわかんないですよね。 あやっぱ都市計画をもなんかちょっとやりやすい部分もあったからなんかやりにくいな、これかもしれませんね。じゃあ2番どうですかね。2種中高層住居専用地域で原則ホテル旅館。これ、ホテル旅館って建てられる、建てられないってまあ大体ゴロとかね、そんなんでやったりするんですけどね、これどうですかね、これ2番ってできる、バツない気がしません、これえ。これね、あの数やるとね、バツな気がしません、原則だから。あと3番なんですけど、福音4メートル以上。 えー、あと、法の施行された時点、都市計画、準都市計画、入った時点で、現にある道、はい、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならないって、いや、道路とはならないって困っちゃいますもんね、これこれもちょっとなんかおかしくないかっていうところはね、あるんですよね。で4番目、全面道路が2つ以上あると。全面道路2つ以上あるんだってあか、はい。あ、ごめんなさい、えー、こっちのことです。2 2つ以上ある場合 えー、福音の最小の通知に用いて算定ってなってるんですが、あれ、細い方と太い方だとどっち取りましただから太い方じゃないですか,か最小じゃなくて、あれ、これ最小じゃないんじゃないのということはですよ、えー、あの、2×3× っぽいな、4 ×ツって言うと、やっぱ1番、これ消去法でやんなきゃいけないけど、これ正しいものは正解、問いの上級1番。 で、問いのちょっと二十あれで、二十が。まだ、まだ、まあ、いやいや、えっ、ー、と、二十。さっきこれですね。二か。はい、二十二。いきますね。はい。で、問いの二十二もね、今年難しかったですよ、ね。えね、ー、難しかったですよ。あの、国土利用計画が消えちゃったんですね。えー、で、また消えたって感じなんです。 前も一回消えたことっっててた消えたって感じですもうこれからどうなるか分かりませんけど一回消えた時はね国土が正解してねもう楽勝って感じだったんですが今回は国土これね贈与の場合に届け出なきゃいけないってこれ贈与の場合届け出どうですいらないんですよね。ということは正しいものはどれかで2番はね丸にはなんないんですよだから2番×なんですよ1個は切れたでもあと3つがなかなかなところじゃないですかそうなんですなかなかなところなんです。でこれもう結論だけ言います。 1>, 1か3か4。さあ、どれど問いの22。正解は ?1 番 !1 番ええー、問いの22は ?1 番はい。そして問いの 23! ええー、まあ、さっきも言いましたけど、 所得税、ね、え出ましたね。所有税のね、あ、所得税のね、所得税がね、出ましたね。でも出たけど、さっぱりわかりませんよね。そうです。さっぱりわかんないんです。じゃあ、さっぱりわかんないんだけど、問いの23、正解は、1番問いの23、1番です。 ななんか解説とかやんない方がが盛り上がり上ますか結構ねらないですよ、余計なことね、我々の話で、ね、勉強したくないですもんね、考えてみたらね、うん、その方がいいかもしれませんね、うんで。間違えた答え言ったら大丈夫ですよねあ、間違えたって言ったらね、大変ですよね。はい、あとなんだっけ、はい、問いの39見てなさ、ね、いね。ということで、あの事情が変わりました、えー、問いの20言ってなかったですね。 問いの20、はい、もう,もうい,いっちゃいますよ、いきなり。いいですかいよいよいいですか,いいですか問いの20、正解は4番ただ、この問いの20ってあの、いろんな会社分かれてるみたいですよ。なんか、回答がね。だから、どういうふうな結論が出るかちょっと分かんない状態みたいですね。まあ、とりあえず、レックは4ということです。であとは、問いの39。 問イレはい。問い三39。えー、正解は2番。はい。ということで、一応ですね、全部出ました。確認しときます。正解番号。はい。問いの一から順番にもバーッといっちゃいますよ。3、4、3、2、4。3、3、2、3、1。2、4、2、3、4。 1,2,4,1,4,4,1,1,3,3。で、26から、1,1,4,4,1。4,1,2,3,3。4,3,2,2,3。2,4,1,4,2。3,4,2,4,1。でございます。で、まあ皆さんは点数を出したわけですが、 このまず点数っていうのは、まあ、例年のね、あのー、まあ、母体とかね、そしてあの基準点とか、あともう突然なんか多くするとか少なくするとか、そういうことを考えずに、今の状態のこの無作為抽出のね、そのラインということでのお話です。で、これはやっぱりね、あの、来てる方によってもまた上下したりね。 すすごいい皆さんお出来にならすなる感じじゃないですかそうするとなんかすごい高い点出ちゃったりとかね、うん、なんか全然ダメな人ばっかりだとなんか低くなっちゃったりとかねえそういうまあ可能性もねもちろんあるんですが、まあ、大体例年こういう、ね、あのところをやっててねあのやってて、まあ、それなりには当たってるんですよ、うん、だけど絶対ではないんでえここのところはまあ参考までになんですがえ今回レックの合水はですねえ34プラマイ三3 4プラマイチと、うん、だからといってえまだ だめるというわけじゃないですよ、32だからといって。 えー、三三だからって全然プラマイチだから大丈夫ですよ。うん、だからどうなるかはわかりませんけど、とりあえずですね、まあ今のど状況ではそういうね、えー、ラインで、でまだあのー、途中からねいろんな集計集めて変わる可能性も出てくるんですけどね。うん、パリレズまあこの三十四プラスマイナス一ということでね、えー、本日は終わらせていただきます。えー、お騒がれながらね本当に長い間ありがとうございました。であのー、後ろの方でこちらあのー、点数合計のあのー、合格推定では入っているものですね。アゲートと回収 うん、ということで、あの後ろの方でもらいますのでね、えー、それではね。皆さんね。あの疲れ癒してね。まあ、ゆっくり、えー、休んで、えー、ください。はい、それでは、えー、本日はねえ、回答速、攻撃長い間どうもありがとうございました、えー、それでは皆さんお疲れ様でした。